飯作るよ。音声 OK。 そば茹でたりいろいろやるわ。待って、あ、テース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 、あ、これに行くご飯作ってきます。行ってきます。じゃコメント向こうで拾うから、ちゃんと携帯で見てて。洗い物とかしてなくても。いいよ。できないでしょ。俺がやるから、ご飯も俺作るから。買うか。気にしないで。謝んないで。あ、テイス。あ、声聞こえるね、大丈夫だね。すげえな、こっからでも声拾うんだ、このマイクの、あれ。ねえ、すごい聞こえるよね、みんなね。やっほやっほー。いや、今ね、そば茹でる。すげえな、こんな小声で喋ってんのに声拾うんだ。コメントは、携帯電話で見てるよ。自爆を見るって変だけどな、なんか感覚。池上さんの偽アカウント、あ、そうなんだ、なんかね、池上さんのコメントで超面白いのがあったの。それがさ、爆笑するんだけど、池上さんだと俺本人だと思ったんだけど、いきなり、なんか僕、マクドナルドと、なんだっけな、マクドナルドと、吉野家で バイト2つ掛け持ってます。深夜庁に払った100万円はカードで、ローンで払ったんですよって言ってて、あ、そうなんだって。で、それはそれで終わったの。で、次の日に、和藤さん、今僕、マクドナルドなんですけど、ムラムラしちゃったんですけど、どうしたらいいんですかって。バイト中なんですけど、ムラムラが収まりませんっていうコメントで、え、どういうこと池上さんって言って、なんでマクドナルドのバイト中に携帯いじってんのって。あれ偽物か、ちょっと本人なのかなと思って、え、なんかキャラ変えたんすかって本気でちょっと笑ったんだけど、笑わないこれ。マクドナルド2日間かけて仕込んできたから、それは本物っぽい。それは本物っぽいわ。ダメでしょ。どっちが本物？俺は本気で信じちゃって。池上さん、なんでムラムラされてるんですかみたいな。っていうか、バイト中に僕の枠見たらダメですよ。そしたらもうそのまま返信返ってこなかった。ちょっと面白いアンチだよ。アンチっていうか、そういうなんか、このネタをちゃんとできる人は俺はプロだと思ってる。池上さんの方がワドさん、いや知らない年齢、多分若いよあの人。どう考えても俺の方が年上だろ。ワドロー
バットとヤッピーも本当の話。あ、そうなんだえ、じゃあこのコメント本人だったんじゃないの？和藤さん、今マクドナルドの勤務中なんですけど、ムラムラしたんですけど、どうしたらいいですかってコメント本人なんじゃないの？え、なんか、なんつうんだろうな、あの人はなんかさん付けしないとダメな気がする。だキャラ的に池上さんって感じがするんだよね。わかる、なんとなく年齢が下でもさん付けしなきゃいけないキャラの人っているじゃん。わかる、なんか。いや、わからないかな、このニュアンス。実は若い。だから、のんちゃんだってね、俺のこといまだに和道さんって言うもんね。そうだね。だよね。和道とかさ、呼んだことないもんね。うん。今ちょっとね、それはね、のんちゃんのね、和道さんは萌えなんだよ。うんうん。金100万、カードプラス100万で、カードローンは未成年にしてすぐ返したって話をしてた。へえ。でもさ、貯金が100万あるんだったら未成年できるじゃん。それだからちょっと無理がある話だよね。言い訳が苦しいっていうか、だって貯金が100万あったら下ろした方がいいんだもん。あのアイフルとかで多分限度額50万が2つだから、なんか嘘だよね、それは。100万は野鳥に渡したのは本当だけど、この、あ、そういうことか。野鳥に入金をしたけど、放送上の見せ金ってことか。あ、意味が分かった、おまけで。なるほど、それだったらあるな。あるか？それは野鳥がさ、野鳥に入金しないでさ、それ野鳥が引き出してそれをやればいいだけだ。こんな二度手間するか。なんか、臭いよね、でも。ていうか、何でも家賃100万ってあれ、闇が深くないなんて。闇が深くなんか闇が深くない？新家賃に100万円渡したんでしょ？めちゃくちゃ闇が深いと思うんだけど。なんか別に本人、池上さんが別にいいし、家賃もいいって言うんだったらね、他人が口挟む問題じゃないけど、客観的に見てなんか闇が深くないか。どう思う？みんな。俺結構その100万円もらったことよくよく考えるとなんか闇が深いなって思ったんだけど、どう思う？後々揉めないのかなみたいな。みんな止めたんだけど、うん、なんかその池上さん結構面白いよ、あの人。なんか便所太郎さんのさ、あの便所太郎さんとノエルとかさ、あのクッキングできたりとかなんか面白いよね。行動力あるし、なんかすごくない？なんか面白いのが、ノエル、便所太郎さん、アメリカ人っていう、その3人っていうところで、すげえと思ったどう考えても、なんか、おかしくねえかって。行動力あるよな。闇だよね。配信者に売名するのに100万円渡すって結構な闇だと思うよ、これ。まあでもね、あの、なんかそれご、まあ、闇っていう言い方するから誤解が生まれるんだろうけど、あの、ね、資本主義なんでね、あの新野鳥と池上さんが気持ちよくあのビジネスしてるんだったら、ね、俺らが口を挟む問題じゃないけど、まあ、差し支えない程度であの一言コメントさせてもらうとするなら、騙されてると思います一言で言うと騙されてると思う。闇がやっぱり深いと思う。おすすめに早く上がるといいな。何おすすめに早く上がるってどういうこと？どういうことどういうこと？池上さんでしょ？え？池上さん。おかげでこれこれとか石川紀之が池上に言及してる。ああ、じゃあ売名成功だね。まあでもその多分ね、その俺はね、その本当は5万なんだけど、新野鳥が頭良くて、いや、それくらいじゃインパクト残らないから100万っていう定義にしようっつって裏で5万円渡してたら、俺は新野鳥超かっこいいと思うの、配信者として。で、炎上も売名も全部成功して5万円ぐらい受け取るっていうんだったら超かっこいいんだけど、
あのなんか配信者って金に汚いから本気でもらうよね。がめついじゃん、みんな必死じゃん。あ、多分ね、あの本気で多分100万円池上さん払ったんだな。さっきよりも人増えたんだよ。あ、今理想1位なんだ。アトさん教えてくれてありがとう。あんまりね、でもよくわかんねえ。もうなんかリスワンとかもあのね、ふわっちが大手配信者多すぎてもう取れなくなってきてんの。あの昔取れてた人が取れなくなってるし、もう天も諦めたくらいだよ。ずっと取ってたの。ニコ生勢がね参入しすぎなんだよ本当。あいつら閲覧があるからだよ。なんたら100万円って取ってるの。闇っけえな本当。でも俺池上さん好きだよ。でもっていう言い方語弊あるかもしれないけど。コラーゲンゼリー。何何。ギャッチョがコラーゲンゼリー買ってた。なんかそういうのふざ闇不景だやっぱり。そういえばなんかビタミンの注射してもらったとか言って、あ、ビタミンの点滴だっけ、フットサルの時にさ、美を保つためにビタミンの中。まあでも新野鳥は美意識高いのは事実だからね、うん、実際ね、あれ生であったら16歳にしか見えないからね。16歳はないな。でもね、あの俺より確実に年下だよ。それはわかる、うん、若いよね。若い、ほんとびっくりする。身体能力も若いよね。ね、体鍛えたりしてんのかな。なんであんな若いんだろう、スミラって。あのダンスだよ。ダンスかな。うん。家分かれば突っ込みたい。いや、家俺ホームページに住所公開してるし、ね、2チャンネルでもなんでもワドの住所で一発で出てくると。こんなにあの家の住所分かりやすい配信者いないと思うよ。ニコ生キャスフワッチ。いや、ニコ生のフル、ニコ生からフワッチに来た人はさ、あの、それをどっちかっていうともうキャスの大手って感じだ。そうだね、残ってた、ヨッサンとかさ、コトカとかさ、なんだ、あと、誰来たかな、ワンワンはまあ、フワッチ成果出してないけど、いるじゃん、その、橋本くんとかさ、キャスを経由してないニコ生勢で。これが来たのが、ちょっと、でかいと思う。だから、フワッチすごいよね。池上さんと何話せばいいの、俺の家で。対談でしょ、あの。今日は LINE 繋がってんだから、ね、連絡くれればいいの。池上さん、そんな家近所は、どれくらい近いんだろう。では池上さんって家雑ってやってる？いや、池上さんのこと俺何にも知らないんだけど、今度コラボ企画じゃやろうか。和道と池上の何でも答えるわ。和道と池上さんの超配信論とか聞きたいでしょ。すべてを語る。わあああ、やばいやばい、携帯、ああやっちゃったよ。携帯が水浸し、壊れた。やばいやばいやばい、これやばいやばい、これはやばい。バッシャーンいった。 iPhone 6 Plus って防水だっけ。うわ、これ大丈夫かな。 iPhone にバッシャー水かかったんだけど、え、大丈夫これ。電源切って戻しといた方がいいね。大丈夫だわ、大丈夫、大丈夫だわ。今のところ大丈夫だけど、なんか絶対後から不具合出るよ。やっちゃったよ、鍋がひっくり返った。すぐ電源落とした方がいい。うん、すぐ電源落として乾かしといた方がいいよ。大丈夫でしょ。大丈夫です、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
ゾブズは完璧主義者だから水に濡れた時のこと考えてるの。え、マジで iPhone6 プラスなんだけど、ギリギリ間に合ってないかな。ショートしちゃうかな。ショートがやばい。あ、じゃあちょっとコメント拾わなくなるよ。いい？コメント拾わなくなって。いや、ショートなんか怖くない。大丈夫大丈夫。こんなね、水かけたくらいでね、ブルってらんないよ。怖くねえわ。いや、俺このまま行くわ。リスナーの方が大丈夫だから。俺携帯配信しないから大丈夫。配信しないけど、ずっと携帯見れなくなっちゃうよ。え、何？聞こえない。携帯見れなくなっちゃうよ。携帯見れなくなったら携帯買えばいいんだよ。大丈夫、俺には花火師がいるから。俺には1万人近くのリスナーがいるから。9000人ぐらいアンチなんだよ。9000人ぐらいアンチだけど、1万人のリスナーが助けてくれるから。なんとかなる。見れなくなったら8。いやー、 iPhone 実はね、 SE 買いたいんだよね。今欲しいの SE なんだよね、俺。っていうかさ、もうさ、スペックオーバーになってきてない？だんだん。もうさ、ぶっちゃけさ、iPhone6 プラスで、スペック的な問題よ。デザインとか気に入ってないんだけど、別に何の問題もないの。別にさ、8とかさ、なんか4倍、5倍ぐらいすごいでしょ？なんかが。必要か？そんなの。俺ちょっと意味がわかんないんだけど。わかりる？星空できなくなったら困る。どこで話してるの？台所、配信の奥の裏の方の。送電開けよう。うん、じゃあパン食べてていい？いいよ、食べてて。セブンプラスが完成って言われてんだ。さらに上がって、セブンよりもさらに上がってるでしょ。でも俺ぶっちゃけ SE のデザインが完璧だと思ってんの。あれ5だっけ？iPhone5 のデザインだっけ。あれが超好きなんだよね。消化っぽい、四角い感じとサイズ感がやっぱいいよね。骨折はまだ手術してもらってないです。え、ね、ていうかね、のんちゃんね、多分もう3日経ってるでしょ、うん、くっついてるよ多分。くっつき始めちゃってる。やばい、くっつき始めちゃう。だから早く行けっつったんだよ。SE かっこいいよね。もうくっつき始めてるよね。いやいや、だから早く病院行きなって言ったの。骨って結構簡単にくっついちゃう。引っ張ってもらったんでしょ一応。うん、さあ大丈夫かな。だからその人がうまいかどうか。もうね、整体師とか、なんつうのさ、骨とか詳しい、人体工学分かってる、自分でくっつけちゃうんだよ。すごい。あ、っていうかパパイヤあんじゃん。もうこれ食べ頃じゃない？パパイヤ。そろそろ。わかんないけど。売れちゃう。殴ってる姿、女の子らしかった。ただなるべく早く病院に行かないと障害出るかも。いや、一回緊急で行って、そう、簡易的に引っ張ってはめてはもらったらしいんだけど、ちゃんとした病院行ってくださいねって言ったんだけど。いや、ていうか、本来は今日 2件回るべきだったんだよ、のんちゃん。そっか。うん、まあでも、
指は動いてたから腱とか異常ないから、うん、あれだよ俺もそうだけど季節の変わり目とかその折れたところ痛くなるんだよ。うわ黄金の右手が。俺もしばらく痛かったの。あの雨降る日とかね、うん、あの関節の痛みで分かったりとか気圧の変化とか変なね敏感になるんだよ。磯辺揚げ。いやー、結構すごいよね。殴って骨折するって結構ハードパンチャーだな。ハードパンチャーだ。次は豆腐作るか。顔面を殴る処理。何？あれ、多分後頭部殴った時に折れたんだよ。そうか。頭蓋骨は硬いから人体で一番太い骨だから。ネギはないよね。ミドルの練習しとくんだって。ミドルキック？うん。いやでも結構みんな絶賛するほどナイスファイトだった。アドより強いんじゃねっていう噂で。うん。それはない。いや多分ね胴体重だったら負けるね俺。胴身長胴体重だったら。運動神経意外といいかね。あれ、ノリどこやった？ノリ。ポンちゃん、ファンが増えたよ。アンチも増えたね。アンチも増えたっていうか、別にもともといたアンチでしょ。そうだった。もともといたアンチがのんちゃんに標的になってるだけでしょ。ノリコ叩こうぜみたいな。あれノリがねえな。配信中に殴ったんですか。知らない人はね、知らないままの方がいいと思う。世の中にはね、知らなくていいこと。詳しくは YouTube で見てね。配信中っていうか、配信に撮られてしまった。あ、ディスから撤退するって言ってたんだ。あー、まあ、正しい判断。ん？本気にならないと伝わらないんだよね。バカに散々言ったのに。俺口で言って分かんないやつ嫌いなんだよな。まあ何が面白いってあるんで、俺結構好きなのがね、アキラッパのあのリアクションが好きなんです。のんちゃんが乗り込んでいった時の明らっぱなあのポカーンって顔が好きよ。関わりたくないってこと。そうそうそう。やべえやつだなっていう。あ、これガチだっていうね。あ、のんちゃんってネタの人じゃないんだっていう。ガチでやべえやつなんだっていう。あ、ごまで食べよう。あ、ごまで、じゃあごまであれするから。冷ややっこはポン酢。ポン酢じゃなくて、なんだっけいつも食べてるの。ポン酢か。ん？ポン酢か、入ってるか。あ、え？何？あの、だし、醤油。だし、白だし。あ、白だしは俺、あんまり。あー。酸っぱい感じでいこう。ポン酢で。ポン酢でいこう。で、次は。マグロのカマって買ってたっけ、俺。
マグロのカム買ってたっけな。え、ドクロブロック入れていいの？ドクロブロック入れていいのかブロック入れてダメなのか教えて。ブロック入れていいの？ブロック入れてダメなの？どっち？できれば早めに答えて。あ、サバ味噌だ。サバ味噌だ。どっち？ブロック入れていいの？ブロック入れてダメなの？ロジコババア、なんとかかんとかキモい。はい、ブロックでーす。おめでとうございます。ブロックです。おめでとうございます。おめでとう。さよなら。さよなら。もう二度と会うことはないでしょ。また会う。されたら、いや、枠見ることはできるけど、コメントはできないね。ログアウトしたら放送は見ることはできるんだけど、コメントは書けない。つまり、もう関わる、監視することしかできない。ノリ大好きで、俺でもさ、確かさ、ノリってさ、日本人しか消化できないんだよね。本当？そう、だからアメリカとかになんか海苔が大量配生しちゃってるらしいの。ハモとか、うん、したやつで後輩扱いされてるんだよ食べないから。なんか消化酵素が持ってないんだって。日本人が独特なんだよ。韓国の海苔もあるよね。韓国はだから食べるでしょ。だから日本人だけじゃないか。だから夏の日本人と韓国人か、うん。サバ味噌は130円で売って半額だったから、安いよね。サバの味噌に豪華。豪華でしょ。これでも500円しないかも。外部揚げが190円、あ、じゃあ120円、うん、サバの味噌に120円、うん、で、あと何買ったっけ。豆腐がだから300円ぐらいじゃん、今日のおかず。そばも100円ぐらいでしょ、うん、ボリュームある。だからそうなんだよね。生活保護の頃さ、夜中に起きてさ、この時間帯に買いに行くのよ、半額あさりに。だから1日1000円で全然生活できたのにな。よし、そうしようね。ほんと良くないよね。節約節約。俺1日多分8000円とか使ってるよね、余裕で。食べるのに食費とかで、うん。ちょっとね、あの少し小金持ちになるとね、すぐ調子乗るからダメだね。節約しよう、本気でやろう。ロンちゃんちょっと本気で、あのちょっとお金貯めよう、うん、前貯めようっつうかね、売り上げ下がってるからね、多分来月から普通に苦しいわ、うん、出したらバイトしないといけないし、うん。お疲れ様です。でもさ、よくよく考えるとさ、半額ってすごいよね。すごい。だってさ、世の中の出費を全部半額で抑えることができたらさ、収入が倍になるのってイコールなわけじゃん。そうだ。でしょ。天才。おお、うまそう。あれ鍋つかみどこ？最近
台所に立ったんやが何にもわかんねえわ。鍋つかみ。わからん。え？その辺の棚の。いや、のりちゃんマジでここ片して。うん。あ、今片付けないか。今はいいけど。のんちゃんのフィールドだからここ。テリトリー。やっぱ物捨てよ、一回。ね。うん。多すぎる。なんだかわかんねえものが多すぎる。ありがとうございます。サバ味噌匂いがいいな。あー欲しいな。あーもう物が多い。もうなんか断捨離したい。物が多すぎる。いや捨てないからだよね。もうちょっと一回本当に押すでしょ。ていうか便所太郎さんが部屋かっこいいんだよな。あの人ごちゃごちゃ感とリビングはさあっさりさせてるじゃん。おしゃれだよね。おしゃれだよね。これちょっと本当好きなんだよね便所さんのあの雰囲気。便所太郎さんいいよな。所さんみたいだよ。え？所さん。そうそう、所ジョージみたいな雰囲気なの。俺もそう。俺もそれ、わかる。配信会の所ジョージ。かっこいいよね。豆腐とサバの味噌煮と、なんだっけ、ちくわの天ぷら、なんていうんだっけ、磯辺揚げ。磯辺揚げで今そば茹でてる。俺うどん、一生うどんしか食べないと思ってたの、のんちゃん。うどんが好きだったのよ。そば、うん、なんて食ってるやつは正直頭のおかしいやつだと思ってたの。でマジでだけど年取ったらそばだね。ほんと味覚って変わるよね。むちゃうどんも好き。若いね。なんかピザーラのピザ普通に食えるもんな。てかのんちゃんジャンク好きだよね。うん、なんであんな料理楽しみなのジャンクが好きなの、うん、あんまり家で食べさせてもらえなかったから。いやでも出会った時ガリガリだったもんな。マジで病人だったからね。お父さんが外食しなかったから、うんうん、ずっと家で本当にもう全部家だったらしいもんね。そう。それはそれですごいよな。でも偉いじゃん。お、家で食べるって人なんでしょ。うん、偉いじゃん。でも反動でそのあれか食べさせてもらえなかったから。うん、その反動でね、食べたいハンバーガーとか、そういうあと牛丼とか。はいはい。家で作るって感じ。家でも作んなかった。牛丼とか家で作る。あ、でも体に悪いもんね。だからジャンクが好きなんだ。うん、反動だ反動。
かった、ドクロってあれチキントレーナーのこれあれだ、サブアカだ。チキントレーナーもブロック入れよう。あいつブロック入れた瞬間チキントレーナー来たからコメント似てるわ。ドクロが多分サブアカなんだけど本アカできたこいつ。ブロックです。あ、この鍋でやるとちゃんと茹でられる、きれいに。そうか、覚えといて。うん、あ、すごいいい茹で。大きいからいいね。え、大きいからだね。あ、じゃあパスタもそれにしよう。え、なに？パスタもそれにしよう。聞こえない。なに？パスタもそれにしよう。パスタもこれでやってるよ。ご飯食べるわ。何分かかったかね。すぐできた。すぐできたね。よいしょ。ただいま。じゃあご飯食べます。あ、あ、ですです。あ、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 花火ありがとう。応援してるからな、頑張れよ。ありがとうございます。ありがとう徳明さん、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。
あ、嬉しいっすね。この人が投げてくれたんだ。ありがとうございます。電気つけないの？つけない。いただきます。なんだっけ、磯辺揚げ、やっこ、サバの味噌にそば。そばがだいたいこれ100円、ごまだれが、これはね200円だ、ごまだれが50円だから、これ150円、磯辺揚げが130円だから260円だから260円、450円ぐらいかな。いただきます。450円でこのボリュームやばいよね。家ってすげえな。いただきます。うん、ちくわの磯辺揚げうまっ、うん、まあでも半額のやつだからもう固くなってる。うん、うまいよね。このそばはごまだれで食う。うん、いつもは海苔たっぷり入れるんだけど、やっこがあるから。まあでもいつでも貧乏生活できんな俺。うん、ああ、なんかノイズがなくなったの急に。ああ、うまっ。めちゃめちゃ幸せ。これからトレーニングの日々だ。うん、やだなトレーニング。スタミナさえあれば、スタミナさえあれば。三脚使ってますよ。三脚使ってますよ。あんだけブレないで三脚使ってなかったらすごすぎると思う。あんな長時間。洋式派、和式派、何の話？うまい。やっぱ飯雑は苦手だな。俺が飯雑すんのすげえ珍しいからね。喋んないからね、食べるとき。全く喋んないよね、俺。だって親に喋るなって教わったの。うちもだ。うん。あの、喋るなっていうと語弊があるけど、物を口の中に入れてるときに、あの、人と会話をするっていうのはとても失礼なことだっていう。そうか。うん、部屋洋式っていうか、和式って畳とかないよ。ワンルームだよ。あ、コメントしてた池上調べてくれたんだ、マキル。裏取ったんだ。いや、その、2日がかりで、その仕込んでくるのはプロだと思ったよ。和道さん、マクドナルドで今勤務中なんですけど、ムラムラが止まりません。いや、それは、俺は疑わなかったよ。なんかね、その件で言うなら、最近 YouTube に俺の、顔のサムネイルで、あの、一人一人にリスナーがコメント書くじゃん。それに対して、俺のふりして、あの、コメント書くバカがいたのね。アンチが。で、最初はなんか、その、なんつうんだ、俺に対して、俺のサムネで攻撃をしてたの。バカじゃん。で、こいつバカだなと思ってコメント消してたの、一個一個。ただ、ある日、あ、こうやってやるんじゃないんだってことにそいつ気がついて、俺のサムネ使ってるから俺のキャラにならないといけないんだっていうことに気がついて、あの、なんか勝手にリスナーに対してリプを飛ばしてんの勝手に。俺の手で。うん。お前もっと花火投げろよとかさ。それは面白いから放置してる。
それは面白かった。そいつが完全に俺の代わりになんか、なんか、その、なんか、勝手にリスナーとやりとりしてる、これは面白いから泳がそうと思う。なんか頑張ってる。全部のコメントを俺のサムネで俺っぽくなんか書こうとしてる。こいつは面白いから泳がそうと思う。アホだよね。豆だね。豆だよね。いや、何にもひねりがないコメントとかするアンチコメントとか寒いじゃん。なんか人の真似っていうかさ。だけど人と変わったことをやるやつはやっぱ面白いよね。だからユーモアがあるかどうかだよね。要は対象が俺ね、アンチコメントをブロック入れるか入れないかの基準なんだけど、俺に対して攻撃をしてくるのはブロックなの。無意味だから、やり取りとして。ただ攻撃に見えるけれども、俺に攻撃するのが目的じゃなくて、まあ、ここにいる150人のリスナーさんを笑わせようっていう考えだったら、そういうのは俺はプロだと思ってんの。プロコメントだと思ってんの。だから、その、むやみに俺のことただ、その、攻撃しようじゃなくて、ここでこういう攻撃をしたら、この人たち喜ぶよね、みたいな、その、リスナーが喜ぶことだったら、俺は賛成だね。いっちゃん。あ、いっちゃんがそうだよ、だから。いっちゃん面白い。面白いよね。いっちゃんの何が面白いってさ、もう肌から見たらただの完全にボケた老人がアウアウアウな状態に見えるじゃん。だけどコメント読むとめちゃめちゃ頭いいんだよね、いっちゃん。めちゃめちゃまともなんだよ。だからわかん、昔だったらわかんなかったろうね。その、こういうツールがなかったら。もうおじいちゃん、いっちゃんボケちゃってるんだ、みたいになっちゃってたと思うよ。なんつうの、もどかしいっていうか。いっちゃんめちゃめちゃ頭いい。キレキレ。うん。電話で話すと何言ってるか全然わかんないけど、うん、コメント見るといっちゃん頭いいなと思う。プロレスだよ。うん。いや、プロレスっていうか、あの人配信者だから。うん。コメントとか見てるとツッコミうまいもんね。言うのっていうか、金梅さんでしょ。言うのじゃないでしょ、金梅さんでしょ、完全に。だって画面に映って雑談してなかったじゃん。金梅さんとさ、あの、なんつうの、あの、インチキ大王が喋ってただけなの。
こんばんは。明日頑張るよ。なんかあんの明日。明日頑張る。一番抗がん作用の強い野菜って何か知ってる？みんな。抗がん作用がとんでもなく強い野菜があるの。ねえ、ばあちゃん沖縄だから長寿がめちゃめちゃ元気なの。80超えててもアルバイトやってたぐらい元気なのよ。で、ばあちゃんが言ってた、その食い物はずっと取れって。さあ、皆さん何だと思いますか？ポピュラーな食べ物ですよ。ばあちゃんどんな料理にも入れるぐらいすごい使ってたけど、理想はリベンジとか俺いつも言ってるけど、もうなんか普通にやりたい。もう別に花火上がんなくても理想は取れなくてもいいって言ってんな。閲覧もいらないって。普通に俺が楽しいことやりたい。もう疲れた。過疎だとか大手だとか金だとかめんどくせ。もう自由に楽しくやりたい。はい、シカプン正解。おはよう。スーパーいいよね。いや、家庭で料理を食うってのいいよ。うん。てかね、俺ね、ほんと日本食ってすごいと思うのが、大豆でさ作られてる調味料とかさ食材って開けたらキリないんだよ。何個出てくる？みんな大豆を元にした食材調味料。プロテインもそうだね。サプリメント、まあでも食品だよね。プロテイン、大豆。
ほんまは醤油もそうだね、きな粉もそうだ、うん、味噌もそうだね、豆腐、納豆、すごくない？だって豆腐でしょ、まあ、醤油かけてないけど醤油だとしたら醤油でしょ、ここの味噌も全部大豆なんだよ、すごいよね。大豆しかなかったのっていうぐらい大豆をアレンジしまくってるよ。大豆と米だけでね、日本は成り立ってる。おからもそうだね。それが輸入品がほとんどだね。やれろ、引き割りは食べたことない、ごめん嘘ついた。引き割りってでも関東っていうかさ、俺びっくりしたの、関西って納豆あんま食べないんだよね。なんで俺だから奈良の留置所にいる時に大阪の人とか奈良の人に言われたもん、なんで関東の人って納豆あんな食べんのって。なんか大阪ではスーパーに納豆売ってないんだって。だからさ、いや売ってるところは売ってるだろうけどポピュラーじゃないんだよあんまり。だからさ、向こうで言うところ、あのこっちで言うところあれじゃん、なんだっけ、あのソースのさ、あのシャバシャバのソースあんじゃん、あれないじゃんスーパーに。こっちの中濃ソースしか売れないじゃん、なんて言うんだっけあのソース、ウスターソースか。だって大阪でソースって言うとウスターでしょ。どうなの。だって串カツとかもウスターだ。大阪には中濃ソースも納豆も売ってない。大阪って山崎パンがないらしいよ。うん、山崎パンって関東の会社なんだって。関西はフジパンしか、フジパンがポピュラーなんだって。おやすみなさい。
俺ごまだれだな。北海道の人はあのそばごまだれでしか食べない。だめんつゆ売ってない北海道に。あと沖縄のソーセージが売ってない。あのスパムしか食べないから普通のウインナーがない。シャルエッセンみたいな。過ぎたな。ごまだれ捨てないといけない。量間違えた。あ、全部嘘。ごちそうさまです。全部嘘だよ。全部嘘。知らなかった。俺が今まで4年間話してきたこと全部嘘だ。全部嘘。俺がジュノンボーイだと本気で思ってたでしょ。今まで。あれも嘘だから。実はジュノンボーイと全然関係ない。びっくりしたでしょ。石川のりゆきさんが実は石野のファンだって知ってた。石川のりゆきさん実は石野康介のファンなの知ってた。渋いでしょ。どれくらいファンかっていうと、サブアカを複数アカウント石野用に持っててずっとアンチコメ書いてんだって。わかんない。すげえ面白いらしいよ。ツボらしい。いや、石野すごいよね。
嘘か本当かなんかどうでもいいんだよ。面白かったら何でもいいんだよバカが。面白かったら何でもいいだろ。しょうもない、どうでもいいわ、嘘でも本当でも。ヘッドレス、たまくんな、どう見たってコードレスだろヘッドホンは。自分で考えろ、嘘か本当かぐらい。全部本当のことを言うと思ったら大間違いだからな。全部本当のことしか言わないと思ったら大間違いだよ。なめるな、全部嘘だよ。全部嘘だよ、全部嘘。もともと信じてねえだろバカが。全部嘘だよ。眉毛生えてるだろ。あのね、和道さんのこと信じれないとかね、もともと信じてないでしょ、うん、まず僕君と会ったことないから、会ったことない人信じるのやばいからね。全部嘘だよ。久しぶりに和道さんのディスイエスが聞きたいね。あのね、違うんだよ、あのネタじゃないから、あのネタじゃないから、思ったことを喋ってるだけだから。でドレさんはね、あの俺の面白さを拾える脳みそを持ってるから彼には理解できるのよ。わかる？俺の素晴らしいところは、俺普段からもうそれくらいのトーク力で喋ってるから、ついてこれるやつだけついてきてるから。面白いか面白くないかな。全部嘘だから。9割じゃない、全部全部全部嘘全部嘘。10割全部嘘だから8割だよ。そばみたい。今日は信じる、明日は信じない。あのね、なんだろう、もうね、人を信じるやつは俺バカだと思ってるから、うん、人を信じるやつはバカだよ。あ、いいこと言いますね。ファンタジー、だってさ、リスンとかもさ、あのリスンもさ、意味がなんか履き違えてってさ、俺の話を聞けみたいな意味になってるじゃん。そもそも全然違う話だったんだけどね。
あのね、あの配信者の話をまともに聞いてるやつ全員バカだよ。配信者の話をまともに聞いてるやつ全員バカ。でも俺はバカが好き。バカを信じたい。あ、それも嘘。全部嘘。今のも嘘。2位の賞7000閲覧、和道さんなら余裕で取れるのに。余裕じゃないよ。1日多分前の日そのギリギリ枠またぎで、だから29時間ぐらい起きてないとダメだよ。分回し、もうでも疲れたよ本当に。疲れた俺は。もう自由にやるんだ。自由にやる。これね、なんか最近なんかアイテムもらってありがとうって言い続けてたんだけど、ありがとうもやめていいっすか。アイテムタイムやめた、うん、もうありがとうもやめようと思ってんだけど、どう思う。ありがとうは言った方がいいかな。どう思う。ありがとうは言うべきなのかな。嘘のありがとうは言ってないよ。うん。嘘のありがとうは言ってないけど、そうそうそう。いや花火はもうだから花火諦めた俺。うん。アイテム話途切れるっつうか、なんかもうセオリーを壊していきたい。セオリーを壊していきたい。花火だけ言うってこと？なんかでもさ、俺いつもじゃあじゃあ言うわ。俺みんなのことをありがとうって常に思ってるから、なんか花火師さんだけにありがとうっていうのすげえ心苦しい。もう全人類に常にありがとうって思ってるから。わかる？アイテム投げる人だけありがてえのかよってなるから。でしょ？わかるよ。俺クラスになるとそういう目線だから。なんだよ、花火師だけかよ。やっぱ俺クラスになるともう常にありがとうだから。わかる？逆にありがとうちょっと面白い
逆にありがとう、面白いな。逆にっていうのってさ、すごいセンスがいるよね、うん、何が逆なんだよって、逆にありがとうっつってありがとう言わねえ話だっつってんの、全部嘘、うん、全部嘘だな、うん、お疲れ様でさ、おちょくってるよ、アイテムあまり投げてませんが応援してます、あ、それ嘘あのね、それは嘘、あのね、アイテム投げる以外に応援なんかねえからバカにしすぎだろ、吉野家の牛丼に一回もお金払ったことないですけど大好きです食べたことないけどマクドナルド大好きです、応援してます、食べたことないけど、なんだそれ、そんな応援じゃねえや、冷やかしっつうんだよバーが、でもありがとうそんな君にありがとう、嘘だけど、うん、嘘だけどね、あ、いいね、わかったそうする、まあ、ありがとうって言わない、花火もらったらいただきましたって言おうそれいいね現状をそのまま実況する感じで、あ、花火が上がりました、いただきました、うん、トトさん、トトさんから花火をいただきました、うん、マラソンランナー応援するやつってマラソンに、マラソンの競技に携わったことあんのかな、なんかありがとうを超えていきたいよね、ありがとうを超えていきたい、なんかないのかな、新しいの、なんかないかな、Thank you、うん、いや、なんか花火をいただいてありがとうじゃなくて、なんかもっとかっこいいの、うん、マイケル・ジャクソンだったらなんて答えるかだね、多分マイケルだったらなんて言うんだろう、ふぅっていうのかな、なんかでも多分そういうノリだと思うんだよ、ありがとうじゃないんだよ多分、だよね、回ったからフーだよね、うん、ポッキーうまっ、俺やさぐれてっから今、もう今もうあれだからやさぐれてっから俺、不良だよ不良、思春期だから気をつけてね、マイケル多分何も言わないだろうね、うん、やさぐれてますよ、なんだろう和道らしいわっていう、うん、マイケルは逆に花火をくれる、なんかありがとうって言うたびにありがとう、ありがとうってなんだ、難しいよな、うん、花火大好物って
回一回使い道ね、うん、だってさ、イスラム教ってイスラム教の国って小銭がすごい儲けてるとかよく聞くでしょ。あのね、法律っていうかイスラム教の戒律の中で収入の 10% は自分より貧しい人にあげるっていうルールがあるの。だから貧乏人が少ないの、極端に。自分の収入の 10% は必ず自分よりも恵まれてない人に必ず渡さないといけないので、渡された方もそうなの。すごい循環システムでしょ。で、あのね、日本人だとあげた方、もらった方がありがとうって言わないといけないでしょ。違うんだよ、イスラム教って。アッラーのご加護をあれって、要はこれは神様が決めたことだから、アッラーが決めたことだから言った方がありがとうじゃないの。アッラーのご加護をあれっていう。花火投げてくれたらなんか幸せになりますようにとか言おうか。そっちの方が良くない？うん、何々さんが幸せになりますように、祈り。もう俺クラスになると祈り。そう、だからもらう方も渡す方もアッラーの下では対等ですよって考え方の。すごくない？上下関係じゃないの。こんばんは。これすげえかっこいいと思う。うん、まあ、花火もらったらカトランさん幸せになりますようにって。ポッキー、ノブレス・オブリージュとか専門用語やめて。いやでもね、もうありがとうよりもそっちの方がいい気がする。俺そうしよう。甘いの大好きだ。キリスト教より全然新しいし、宗教学的には超完璧に完成された宗教って言われてんだよ。法律、宗教、倫理観、全部矛盾してないの。クルアンをもとに法律作ってるから。神のご加護じゃなくて、それが宗教的になるから、花火もらったらその人が幸せになりますようにって。でもね、そうなると今度一個問題が出てくるんだけど、俺は常にみんなのこと考えてるわけだ。常にみんなが幸せに、あ、じゃあ花火上がったらみんなの幸せ、じゃあ分かった、花火上がったら今見てるみんなが幸せになりますようにって言うわ。そうしよう。それだったら平等でしょ。そうしよう。決まった。しっくりきた。花火上がったら花火上げた人に言うんじゃなくて、今見てる全員が幸せになりますようにって言うわ、うん、そう、ユダヤ、キリスト、イスラム、ね、ユダヤ教からキリスト教は完全につながってるんだけど、キリスト教からユダヤじゃないのね、どちらかっていうと。だからユダヤからキリストの系譜は正しいんだけど、イスラムはちょっとユダヤとキリストの変なポジションにいる感じ。アンチにも新興宗教みたい。いいじゃん、みんなが幸せになりますようにって言って何が悪いんだよ。あ、分かった。ちょっと誰か花火投げてみて。俺もっとすごいこと言う。今花火一発投げてみて。俺マイケル・ジャクソンだったわ。ちょっと誰か花火一発投げて。決まった、うん、ありがとう。 ありがとうって言っちゃったよ。今ありがとうって言っちゃったからもう一発だわ。やり直しだ。ごめん。
今反射で言っちゃったもん、ありがとうって。全人類が幸せになりますように。これでいこう、これでいこう、これでいこう。もう俺徹底するから。だって今この瞬間だから決まったから。うん、いいね。そうしよう。やべえ枠だなってなるよ。魔導は一体何と戦ってるんだ。本気で言うから。本気で言う。ああ、ダメだ。ああ、俺ほんと良くないわ。ほんとに欲にまみれてるわ。また悟りを開いちゃった。もう一発花火あげてくんね。あ、間違ってたわ、俺。間違ってたわ。うわぁ。かわいそうな人見つけたわ。かわいそうな人見つけたわ。すべての生物が幸せでありますように。人間だけだったらかわいそうじゃん。俺、釈迦の幸せ考えてなかったわ。すっげえかわいそうなことした。ついに来たな。まあそうだな。だから生物だけかよってなるよね。無生物めっちゃ嫉妬するよな。そうだな。生けとし生けるもの、すべてのことを。生けとし生けるもの、すべてに、幸あれにしようか。生けとし生ける、感動した、つって。いやー、もうニルバーナでしょ、完全に。そうだね、サチアレだね。なりますようにじゃないんだよね。そんな、だってなりますようにっつったらさ、なんかちょっと投げやりな感じだもん。もう俺は違う、サチアレって言うわ。うん、生けとし生けるものすべてにサチアレ。うん、そうしよう。そうでしょ。でも、ああ、わかった。でもね、俺ね、どうしたの？寂しいの？ここにいるよ。寂しいの？ここにいるよ。僕だけが幸せになりますように。あ、でも、あ、わかった。もう一個出てきた。もう一個出てきたわ。もう一個出てきた。違うな。そうだ。いや、今のは良くなかった。今の失敗。今答え出たわ。
彼女大丈夫、まあ、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃない、うん、そして俺は彼女のことを愛してる、うん、ラブマシーン、ラブマシーンってめちゃめちゃエロいな俺コテハンラブマシーンに変えようかな。好きな食べ物米。2代目そして3代目の和道ってどんな人ですか。深いよ。君だよ。ここにいる全員が2代目じゃないか。俺はそういうつもりでやってるよここにいる君たちが2代目じゃないか。誇りを持ちたまえ。初代から2代目へで、そして3代目へで、2代目は頼むよ。本当に大体3代目で良くないこと起こるから。初代は偉大なんだよ。初代は大体偉人、2代目は真面目、3代目が大体ボンクラ。もう花火いらないの？お腹いっぱい、みんな。もう花火いいの？今日いいの？いつ、いや寝たいとき寝てますよ、僕。寝てます、寝てます。眠りたいだけ寝て。いいの？さ、リスワングランプリはリスナーナンバーワングランプリであるべきだからさ、一番花火投げてるやつランキングに載せた方がいいんじゃないって思うんだけど、俺正しいよね。リスワングランプリってリスナーナンバーワングランプリでしょってことは一番花火投げてるやつ誰なんだっていうのを競った方がよくない？なんで俺らなの？よくよく考えたら配信、ハイワングランプリでしょ、これ。それか、エツワングランプリでしょ、エツラン、ナンバーワングランプリでしょ。
だよね。リスワンではねえだろ。エツワングランプリだよね。フォロワーランキングはだってさ、俺ん中で誰が一番見ついてるかじゃん。俺のリスナーの中で誰が見ついてるか。でもね、フォロワーランキング非公開にする理由みんな知ってる？なんで配信者がフォロワーランキング非公開にしてるか。俺本当は公開したいんだよ。全部さらけ出してやりたいんだけど、明確な理由があるの。あ、みんなが納得する。あ、それワード 100% 正しいわって。フォロワーランキングみんな非公開でしょ。理由わかる？みんな教えてあげようか。あのね、ドレさんが挨拶に行っちゃうの、花火師さんに。いろんな配信者にザッピングしてね、マンスリーランキング上から下まで行ってね、フォロワーランキングの上位の人に、あ、どうもドレと申しますって言って、花火くれとは言わないの。ぜひ一度僕の放送に遊びに来てくださいって、あのトレーニングしながらね、メール送っちゃうの。じゃあ他の配信者でドレさんがやっちゃうの。他の配信者だよ、ドレさん。ドレさん一人だけ挨拶回りに行っちゃうから。そう、だから公開できない。どうもドレの深夜食堂と申します。困るでしょ。そうだよ。だって毎月100万稼いでるのに大阪行くお金がないっていうの。本当、じゃあいい加減にしろよって感じだよね、本当に。遠征費用が欲しいっていうの。貪欲だよな。すっごい挨拶に来るから、花火は投げてくださいとは一言も言わない。ぜひ一度僕の放送に来てくださいと。5分でもいいので、できればコメントを書いてください、とても嬉しいので。行かなかったら毎月 DM 来る。毎月 DM 来る。何か私の方で不適合がございましたでしょうか。アプローチがうまい。みんなさ、ドレさんの家行ったことないからわかんないでしょ。ドレさんの家ってモニター30個あるんだよ、マルチモニターで。あれワンルームじゃないからね。裏にすっごい広いリビングに、壁に一面に30個ぐらいモニターあって、ふわっちのもう全配信者をマルチで見てんだよ。もう監視カメラみたいな、だから FBI みたいな感じだからね。で、花火が上がった瞬間、こう、真ん中のモニターに、こう、ブーってでかくなるところで。で、メモしてるから、ドレさん。コテハンを。コテハンと ID をメモして。で、ドレさんのスタッフがこうやってカタ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 ってやって、Twitter とかを全部リストをアップしていく。全部嘘だよ。全部嘘だよ。さっき言ったでしょ。全部嘘だよ。あの部屋セットだよ、借り物だよ。うん、
トレさんはリスワンに同意語じゃないよね。うん、じゃあ分かってんだよ。あのね、ドレさん頭いいから分かってんの。一回リスワン取ったら欲が出るって分かってんだよ。取り続けないといけないプレッシャーが邪魔だっていうの分かってんの。でリスワン取ってもその1万円じゃ費用対効果合わないって。だから自分のスタイル崩さないためにやってんだよ。あの人はあの多分ね、多分なんだけど、あの時間とか厳守したりとかトレーニング行く日とか、あのね、ボディービルダーの人がそうだったんだけど、起きる時間であったりとか何々する時間ってね、サイクルをすごい考えるの。で、なんでボディービルダーとか格闘家がサイクル大事にするかっていうと、筋肉の超回復を狙ったりとか、あの食事を何時にとるとかすごいまめにやらないとああいう体作れないのよ。だからそう、配信する時間とかをなるべく守りたいタイプの、閲覧よりも。で、それが成果を生み出すっていう信念があるんだよ。多分ね、当たってると思うよ。だからね、本当は旅配信とかやりたくないんだよ。だから新橋のあのオフ会ってさ、なんでこんな頻繁にやってんの、バカなのって思うでしょ、普通の人は。俺もそれ指摘したの。いや、オフ会やりすぎて来るわけねえじゃんって。違うの、1ヶ月に何回この空いてるこの曜日にこの時間帯にやるってかっちりスケジューリング組まないと自分で動けないタイプのドルさんは。ドルさんは取れるよ。ただそのリソワンも甘くないから、今から1回取ったら毎月取らないといけないようになるし、あとその24時間やっぱりやらないダメでしょ。今得意な時間帯を持ってるから、ドルさんは。他の時間帯やりたくないんだよ、夕方とか昼とか。かそったら自分のブランドが下がるの分かってるから、だから徹底してるんだよ、ブランディングとか。あの人本当頭いいよ。うん、リスワン目指さない。うん、なんかね、もうね、疲れちゃったよ俺。なんかもう疲れた。もう俺配信を好きになりたい。もう配信が嫌いになりそうだよ、リスナーが嫌いになりそうだよ。だから今はもう楽しむ、リスナーさんと楽しむことだけ考えてる、本気で。リスワンも花火も狙わん。楽しかったら何でもいい。今原点に帰らなきゃっていう、初心に帰ってんの。うん、自由気ままにやって、今いる人と最高に楽しんでたらそれでいい。それが一番いい。それしか考えてない。何も目指さない。ねえさ、ね。
安室奈美恵ってすごいよね。俺最近安室奈美恵すごいなって思うの。その40歳で引退するけど、ずっと安室奈美恵でいたわけじゃん。で、安室奈美恵ってモテなかったと思うの。友達いなかったと思うんだよ。マイケル・ジャクソンもそうだけど。だってさ、安室奈美恵口説ける無理でしょ。安室奈美恵とパコりたいっていう男はクソいるけど、実際目の前に安室奈美恵いてナンパできる度胸のある男っていないと思うんだよ。だから安室奈美恵を40年間続けたわけじゃん。俺はだから同じポジションにいる人間としてやっぱり40歳まで頑張ろうと思ったよ、うん、同じ安室奈美恵としてやっぱり40歳までやろうって誓った。頑張る。安室奈美恵として頑張る。いや、そうでしょ。同列っていうか、だから俺はいつもマブダチはマイケル・ジャクソンだと思ってるけど、だってさ、マイケル・ジャクソンって多分本音で話せる友達がいなくて、本当に生まれて初めてできた友達がチンパンジーだったんだよすごいでしょ。心許す、もう本当に自分がすごすぎてマイケルでありすぎたために友達ができなくて、できた初めての友達がチンパンジーなんだよわかる？あ、ありがとうございます。あ、ダメだよ、ありがとうはやめたんだよ。スロット負けたんだよね。設定6で負けたんだよね。ありえねえわ。昇天してさ、2200枚出たの。いや、兄弟仲悪かったじゃん。マイケル・ジャクソンね、子供の頃からずっと何年間も毎日お前8時間もダンスの練習してたんだぞって俺言われたことあんの。だからマイケルはすごいんだよって言われたんだけど、俺毎日10時間配信やってんの。マイケルより俺の方がすげえだろって心の中で思ったんだけど、俺間違ってる？マイケルは8時間何年もダンスをしたからマイケルなんだって言われた。俺10時間何年も10時間毎日配信やってんの。マイケルより絶対上だと思うんだよな。全然いけるよね。質高いでしょ、俺の放送。質量で言ったらめちゃめちゃすごいよ。すごい濃いよ、濃密だよ。はい、こんばんは。もうジャスティン・ビーバーとかもそういう、なんかそういうなんか小物の名前出されるとすげえイラッとする。すげえ今腹立ってるからやめて。ジャスティン・ビーバーとかも恥ずかしいから、本当に。
We are the world の端っこにされるよ、そんなやつは。もしマイケルが生きてたらWe are the world のコーラス扱いですよ、ジャスティン・ビーバーなんか。参加させてやる、ありがたく思えですよ。和道はサビ歌っていいよって言ってくれるよ、マイケルだったら。和道だけだよ、和道はサビ僕と一緒に歌おうって言ってくれる。俺は断るけどね。俺一人ソロで歌うからっつって、すぐマイケルと喧嘩しちゃう。サビは僕のサビだよ、ワド。いや俺のサビだって。いや僕のサビだよ。喧嘩になるマイケルと。いやじゃあいいわ。じゃあマイケル、いやワドがいないとこの曲は完成しないんだよ。いやもういいもういいって、もう歌わんっつってマイケルしつこいからね、ワド参加してくれよ。ジャスティン・ビーバーはコーラスにするから、ああもうやめろジャスティン・ビーバーとか知らん、誰だそれ。僕は和道が大好きなんだよ、和道。和道が思ってるよりとっても好きなんだよ。うるさいっつジョン・レノンも認めた和道じゃないか。うるさいうるさい、知らん。まあ、マイケルの CD 一個も持ってないけどね、わかる。マイケル・ジャクソンの CD 一個も持ってないし、知ってる曲スリラーだけど、ちゃんと聞いたことあるのスリラーだけど、うん、そうだよ、のんちゃんはヨーコーのポジションだよ。あーベリーベリークリスマスっていう人だよWhen a happy new year あの歌なんか狂気を感じるよねなんかいいよね、小野陽子とジョンのあの感じ、うん、なんだろうな、小野陽子って何者なんだろうな。すげえよな。あ、フォローありがとう。寝よっかな、寝るか。あーフォローありがとう。
いやだからフォローありがとうもだからその考えてたんで今フォローはありがとうなのかってだって なんだろうねフォローありがとうってもうなんかその先輩から贈答文句っていうかテンプレートになってるんだよねなんつうかさなんフォローありがとうってなんだよって話だよな。だって別にフォローしちゃってねえあれだもんね。フォローしたいからしたわけだもんね。なんで俺がありがとうって言うんだろう。フォローさせていただき光栄です。って言われるならまだしもねえなんでフォローありがとうって俺がおだから王様だよね王様帝王学を学ばないといけないんだと思う俺はそろそろ俺に必要なのは帝王学だよね今うん良きに計らえとか言えばいいのかななんて言えばいいんだろう小物感が出るよね小物感がその一個一個ありがとうありがとうって言ってたらこれからもよろしくねいやだからもうその媚び売るっつうかさなんかそのなんだなんつうのなんか AKB の指原みたいなことやりたくないんだよロックじゃないじゃんだからそのマイケルだったらなんて言うんだろうねだからマイケルだったらなんて言うんだろうってなんて言うと思うみんなマイケルだったらフォローされたらなんて言うの言うマイケルがマイケル言わないでしょうん、俺塩対応になろうかななんか今まで丁寧にやりすぎた気がするバカみたいにもうすげえ塩対応でいこう俺も配信会のパルルになるわ本当にすげえ塩だよ俺今日からいいのあいいねいいねかっこいいねあどうもあいいじゃんいいじゃんいいねあどうもあ、フォローどうも。いいね。あ、逆逆。聞く。あれ？フォローしたの？あ、かっこいいね、それ。フォローしたの分かってるくせにあえて問いかけるパターンで。あ、何々さん今フォローした？あ、それでいこう。うん。うん。フォロワーが3500なら俺だってニコ生で5000人コンビを7回以上作ってるよ7回かニコ生で2年半の間に5000人コンビを7回作ってるよマハリタヤンパラヤンヤンヤンマハリクマハリタヤンパラヤンヤンヤンマハリクマハリタヤンパラヤンヤンヤンマハリクマハリタヤンパラヤンヤンヤンあー暇
メロイメッサイム、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 メロイメッサイム。破天荒だから気をつけて。見つめが通るじゃない、悪魔くんだわ。見つめが通るはヒュールルンルル、ヒュールルンルルだわ。いいね、選曲いいね。モスラーや、モスラー、あれは何、韓国語なのかな。太陽を追いかけて走っておいでよ、パラダイス。そよ風リズムでヤシの木が踊るフラダンス。真珠の貝殻浜辺でいっぱい集めよう、イライラするなんていけないよ、もう何も心配いらないよ。パプア君のね、ね、魔法陣ぐるぐるの風に遊ばれて知ってる人いる？風に遊ばれてすげえいい曲じゃない？風に遊ばれて知ってる人いる？めちゃめちゃあれ聞くと泣きそうになるんだけど、子供の頃からあれ超いい歌だよね。なんか俺なんか知んないけどあれをね聞くたびに泣きそうになるんだよね。風に遊ばれてエンディング曲、魔法陣ぐるぐる、奥井秋の歌だな、うん、モスラの歌は助監督たちが仏語で原種を作り、それを英語読みにし、さらにエスペラント語にし、それを歌ったものを逆再生して文字に起こしたもの。うるっとするよねあれ。どうにもならない今日だけど、平気だな道じゃひとつまらない、君と生きてく明日だから、這い上がるぐらいでちょうどいい。なんか昭和のアニソンっていいよね。昭和のアニソンいいよな。
昭和はいいよな。俺昭和に戻りてえな。もう平成昭和に戻りてえな。ねえ釈迦、昭和が良かった。なんだろう、あの昭和のふわっとした感じ。なんかもう幸せが無限に続く感じが好き。なんだろう、あの昭和の、昭和だからか、幼少期がたまたまそうだっただけなのか、なんかもう、なんかもう不安とかなかったもんな、何も。なんかもう、なんかみんなが幸せそうな気がする。あ、人空はわかんねえわ。なんか昭和って良かったな。特にその生まれたばっかりだよな、昭和60年生まれだから。なんつうんだろうな、平成初期っていうか。いやー、もうほんとそれはもう資本主義の、資本主義がね、逆に完成したっていうか、資本主義が目指したところは完成しなかった。だってさ、もともと資本、ちょっと長くなるぞ。いい？この話。あ、いいか、戻せ。いいんだよ、俺が好きなこと喋るんだよ。でさ、俺思うんだけど、資本主義ってなんで生まれたのって話になってくると、王族階級が あるわけじゃん、特権階級が。それを民衆が取り戻そうって、平等にやって、頑張った人が頑張った分だけやれる社会を作ろうって作ったのが民主主義なわけじゃん。だから、お、だからその、なんつうの、資本主義もそこにあるわけでしょ。民主主義とともにそれをセットでやってきてるわけじゃん。だけどさ、今さ、その資本主義の慣れの果てがその特権階級作っちゃってるわけじゃん。どう思う？なんか別に昔の貴族が名前変えただけじゃないっていう。どうなんだろう。俺はね、なんかすごいね、なんか人間ってどこまで行っても人間だなって思うんだよね。どこまで行っても人間は人間だよね。本当に。その資本主義を始めた人たちの志はどこに行ったんだろうって。俺はそれを感じるよ。いや、だから資本主義の終わりだよ、本当に。資本主義の終わりだけど、何主義になるんだろうね。でもね、俺フォロワー主義になると思うよ。要はチャンネル登録数主義になると思うよ、正直。それがそのまま収入になる時代が来ると思うよ。うん、一番価値のあるのがお金とかなんだとかじゃ、資格とかじゃなくて YouTube のチャンネル登録が一番その信用力になる時代来ると思うけどな。いや、だからファン主義っていうか、そのなんかね、その分散分散分散してるように見えて全然分散してないみたいな。うん、フォロワー主義というのか、ファン主義というのか分かんないけど。うん、いや、あると思うよ。うん、1億円もらえるのと、1億に1億円もらえるのと1000万フォロワーって言われたらどっち選ぶ？俺 100% 1000万フォロワーだもん。だって1億円埋めるもんね、絶対。1億円側近で今手元で渡すのと1000万フォロワー選んでくれって言われたら 100% 1000万フォロワーでしょ。てか100万フォロワーでも10万フォロワーでもいいよね。多分10万フォロワーって1億円の価値あると思うんだよな。100万フォロワーくらいかな。みんながお金を毎月20万円もらえるとして、そうしたらみんなが次に欲するもの、それが主義になるだろうね。
まあでも俺は近々仕事はなくなると思ってる。一体他の究極系来るよね。俺もそう思う。俺もそう思う。俺ね、永井先生がね、それをいち早くやった人だと思ってて、今ってぶっちゃけさ、客を回してるじゃん、配信会って。リスナーをぐるぐる回すのがセオリーになってきてるじゃん。だからクラスター理論で言うとさ、輪の真ん中にいたやつが勝つみたいな。だけど、俺ね、もうなんかね、永井先生がやってる、その、自分のテリトリーの、その囲い方がすごいかっこよくて、あれはね、完成形だと思うんだよね。配信者の永井先生。1日1円くれる人は100万人。違うんだよ。1日1円くれる人が100万人欲しいって思うでしょ、バレーニョ。そんなのはもらえないんだ。違うの。バレーニョが100万人に1円売れるサービスを作れるかどうかなんだよ。バレーニョが100万人に対して1円払いたくなるような何かを作れる人間かどうかってだけなの。中国の配信者は年収10億突破してるらしいな。まあそうだろうね。日本がね、その苦手なだけだと思う。なんかね、日本は直接渡すのが悪いことだと思ってんだよ。なんか会社を通すといいことだと思ってんだよ。で、特にでっかくて権威のあるもの社会的に認められてるものは大好きな。だからうまくそのなんか間に入るとかリスクヘッジをしないとダメなんだよね、日本人って。うまくリスクヘッジ。今回俺は直接渡してもいいと思うんだけど。だからフワッチにさ、半分取られるのが嫌だって言ってる人って俺ぶっちゃけて言うけど、ただ金払うのが嫌な人なんだよそう思わない？フワッチに半分取られるのが嫌だっていう人は絶対違うんだよ。ただ金払うのが嫌な人なんだよ。だってそれを言う必要ないんだもん。本当に手渡しで渡してたら、配信者に振り込んでたらでしょ。絶対手渡しとか配信者に振り込んでない人なんだよ。だからね、理由をつけてね、その金を渡すのが嫌いな人なんだよ多分。でしょ。あとね、俺ね、嫌いな言葉がね、情弱って言葉が嫌いなの。俺ね、俺はっきり言っていい、俺すごいね、なんかネット民に対してきついこと言うかもしれないけど、情弱の方が多分幸せだと思わない？なんかね、状況が強いとかかっこいいとか得をするって思ってるけど、情報強者不幸になってると思うよ。どん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 、そんな気しない？情報弱者で騙されてる方が俺幸せだと思う。情弱って情報弱者、要はその情報を調べる能力を持ってなかったりとか、情報をそもそも持ってない人っていうか、だから情報の時代だから、情報さえ握ったら世界を、その世界の強者になれるっていう理論なわけさ。でもね、情報弱者の方がなんか幸せそうな気がするんだよ。俺も寝れん。もうすぐ寝るけど。知らないやつほど強いやついないよね。俺なんか、知らない人の方が幸せな気がするんだよな。だってさ、調べたら答えが出る時代って怖くね？考える必要ないんだよ、もう。誰かが答えくれる時代なんだもん。だからね、俺ね、その情報弱者、だからね、尾崎豊みたいなやつを求めてるんだと思うの、今の時代って。尾崎豊みたいな、なんかもう、
パワーだけでやっちゃうような人。なんかもう突破力だけで生きてる人みたいな。それがね、羨ましく なってるような気がするんだよね。そうなんだよね、上には上が無限にいるっていうのは名言だな。下も無限。そう、比較自体意味ないんだよね。そう、自分のやることを目指してるのが一番正解なんだよね。キャリアの携帯使ってるやつ見ると、なんでキャリア使ってるんだろうって思うじゃん。でしょ。俺もその格安 SIM とか使ってるけど、でもそのそういう人の方が幸せな気がするんだよね。なんかわかるかな、わかる？ゴリラさん。だから俺ね、Android 使ってるやつよりも iPhone 壊れちゃったって言ってる人の方が幸せな気がするんだよ。 iPhone また修理しちゃったって言ってる人の方が幸せな気がする。なんか Android の中にエミュレーターで違法ダウンロードソフトとかやりまくってる人とか、 iPhone をわざわざ、なんだっけ、あの解除するやつ、脱獄してる人とか見ると幸せ。例えばだから、そのゲームをさ、自動でできるわけじゃん。その自動でレベルアップとかしてるやつとかいるでしょ、多分ゲームで。そのパソコンにプログラム走らせてこうやって待ってるだけで、その全アイテム手に入った、コンプリートしてる、職業もレベルマックスみたいな。それってゲームやる喜びなくない？いや、これ売れるんだよってなった時どうなるんだみたいな。だからゲームそのものは楽しくないじゃん。それよりもなんか100万円使っちゃったよって言ってる人の方が幸せなのかなとか思ったり。未だに携帯毎月1万円とか払ってる情報の人はかわいそうな人。いや違う、かわいそうに見えるじゃん。いや、こいつ騙されてるよって思うけど、楽しそうじゃない？向こうの方が。っていう話。だから俺らからすると損してるよって話だけど、俺らの損得感情の基準って金銭じゃん。わかるかな、なんとなく。そう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 。だから深夜っちょとかすごいじゃん。節約家も絶対幸せじゃないもん。いや、だからそこなんだよね。池上さんはまさに幸せな情弱そう。いや、だからそういうことよ。いや、だからそういうことだよ。深夜中に100万円払ってよかったって言うわけじゃん。どうなんだろう。分かった。初めておっぱいを見る、要は携帯電話がなかった頃、初めておっぱいを見た時の感動とか、初めて女の子の手を握った時の感動ってあるじゃん。分かる？だけど今インターネットでちょっと検索するとだよ、もうものの1秒で超可愛い子の超綺麗なおっぱいとか見れちゃうんだよ。ただで、無料で。そのおっぱいに価値はあるのかいって話なの。わかる？世界最高峰のおっぱいを眺めることができるんだよ、無料で。それよりも地元のすげえブサイクなちょっとやりまんのお姉さんとかのおっぱいから始める感動もあるんじゃないかっていう。わかるかな。それとは違うのかな。で、その世界最高峰のおっぱいが基準になっちゃうわけじゃん。生きづらくない？それよりも世界最高のおっぱいなんて知らねえよっつってその売る方が幸せなんだよな。インターネットはなんか便利にしたけど、人を幸せにはしてないよね。
めちゃめちゃ便利にしただけだと思うんだけど、人は幸せになってないっていうか、そもそもあんま変わってないっていうか。うん、そうだよ、うん、そう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 、簡単に手に入りすぎっていうか、そのおっぱいはもっと価値が高いだろうっていう感じがするんだよね。だからそのリアルに、そのなんだろうな、なんかそうそう、だから要は何だろう、何かを手に入れるとき、何かを対価を払ってやってきたわけじゃん今まで。何かを手に入れるイコール何かを差し出していることに慣れすぎてたんだよね。だけど今は何も差し出さずに何でも手に入るようになってる気がするから、幸福度が、要は苦労がないんだ多分。だからその脳みその中に情報をパンパンに詰め込んでれば詰め込んでるほど勝ちだし、もし詰め込んでないとしても一瞬で引き出せる能力のあるやつが強いみたいな、それコンピューターみてえだなって思わない？それってお前パソコンになりてえのみたいな思わない？お前がなりたいものってお前パソコンだろって、お前スーパーコンピューター目指してんのみたいな、こんな感じがしちゃうんだよね、なんか、うん、最適解を求めすぎっていう。スマホのゲーム無料だもんね。おかげで俺のハードディスク世界のエロ動画300テラバイトぐらい埋まった。300テラバイト本気で言ってんの？あ、だからね、何かを得るとそれ以上の何かを欲しくなるのがまさに今の俺で、あのね、これはね、無限の欲求が生まれてくるだけだよね。それよりも、なんかもうどうしようもない、こんな小さい幸せをこうやって守ってる人の方が幸せじゃない？わかる？なんかでかくしようとか、いっぱいもらおうとどんどん欲が出てくるわけじゃない。それよりも、こんなに小さな、こんなにどうしようもない、もう、はたから見たらもうしょうもないよって、ゴミだよっていうものを、こうやってやってる人の方がなんか、素敵やん、うん、スーパーコンピューター欲しいんだ。言っていいかわからないけど、今中国サイトが日本のデジタルコンテンツ全てコピーして配布してるよ。まあそうだね。仕事したいがあれば幸せ。いやいやいや、そういうこと、そういうこと。うん。肛門だけの動画で100点。お前、ヤバそうさ、それお前さ、俺、つついていい？じゃあ、正解か不正解だけ言って。正解か不正解だけは必ず言ってね、ヤバそう。お前さ、その動画さ、自分の趣味じゃなくて、お前明らかにビジネスに使ってるじゃん。俺が言ってんの、今の話そのものじゃん。あのさ、人間がさ、そんなに肛門200テラバイトの情報必要なわけがないの。こいつは200テラバイト分のデータがあれば誰かに配ったら俺が食えるっていう発想でやってんのが、もう200テラバイトでもうわかるの俺は。全部趣味なの？やべえやつだな、ほんと。やばそうだな、ほんとに。ほんとやばそうじゃねえかよ。家族といれば幸せだなと思う。うわぁ、いいなぁ。いや、だから、いや、俺はのんちゃんといて幸せだよ。
給料で買ったトランスフォーマーいじってる時、あートランスフォーマーいいな、あーなんか好きそう、バレーニョトランスフォーマーめっちゃいじってそう。ねえねえ、昔のトランスフォーマーないの？あのミニカーのトランスフォーマー今ないでしょ。なんかすごいさ、精密なさ、なんか昔で言うとこのコンボイみたいなのばっかりじゃん、でかいの。じゃあ俺ね、車のこう足がこうくるってなって顔がちょこって出るぐらいのトランスフォーマーがめちゃめちゃ好きだったの。あのミニカーのサイズの、わかる？昔のトランスフォーマー、要はあの映画とかになる前の、俺が子供の頃こうやってやってて、こうやってやるとわかるかな、あれが欲しいんだよね。あーフリーズした瞬間がね。今のトランスフォーマーかっこよすぎるんだよな、ガチャガチャしてる。あとね、俺ソフ塩ビ人形が欲しいの。あのガン消しでもそうだし、ドラゴンボールでも仮面ライダーでも、あのソーセージの上についてたぐらいのクオリティが良かったの。今さ、もう全部フルカラーで筆で塗ってあるでしょ。ドラゴンボールの悟空とかめちゃめちゃかっこいいじゃん。俺らの時の悟空ひどかったからね、ほんと。なんかどうやったらこんなことになるのっていうぐらいの感じだったじゃん。ああ一時期あったんだ。あれいいよな、なんか昭和のダメ、なんかすげえよな、ほんとなんかすげえな。そうそう、バリだらけだったよね。俺たまごっちとかここにぶら下げたいもん、キーホルダーに。たまごっち今持ってるやついないよね。たまごっちすげえ欲しいんだけど、白黒売ってないのかな。だってさ、あんだけプレミアついてあんだけ流通したってことはさ、どうしたの、みんながあんなに買い求めたたまごっちはどこに行ったの。俺見たことないよ。ガンプラはそんな惹かれないかな。ベロチューとか余裕だね。あのさ、金梅さんとベロチューしたけどって、俺ロハコさんとベロチューしてるから、ね、俺にそれを聞くのできますかじゃなくて、俺はるかにその上の概念で炎上した生主だから。ちょっと腕引っ張ると引っこ抜けるやつ。そう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 。あと俺超合金好きだったわ。たまごっちってまだ売ってんの？違う、現行のじゃないよ。現行のはいらない。古いそのクラシックなやつが欲しい。そのたまごっちをこうやって大事にもう。みんなにゴミだよって言われても、僕のたまごっちってささやかな幸せ。わこさん、いや、コメント書いてるよ。いや、俺ね、六本木ヒルズに住んでるような人って普通の一軒家に生まれてないと思う。普通じゃない環境にいたから、多分ね、ハングリー精神が強いからあそこに住まなきゃってなってるはずなの。だからね、多分ね、人より貧乏だったり特殊な家庭だったりしたと思うよ。だってさ、日本で一番高いような家賃なわけじゃん。あれってもうネームバリューで住んでるでしょ。あそこに住まんなきゃいけないって家賃が割高すぎるの。そうじゃなくて、僕はヒルズに住んでますっていうのが欲しいわけじゃん、明らかに。
だから僕は平津に住んでますっていう肩書きを手に入れるために、そのなんつうの、お金にさらに余裕があって惜しまない人でしょ、うん、そうだから成金の人だと思うよ、うん、まあまあ成金って言い方がどうかわかんないけど、たまごっちが死んだら葬式とかしてた。だからさ、俺アメリカのセレブのさ、バカさ加減がさ、もう大好きなの。なんなのあのセレブって、なんかいいよねセレブって、なんかもう最高だよね本当に。ボルビックのお風呂入ったりとかさ、たまごっちの葬式とか、もうさ金が余り余りすぎてやることがないんだろうね。もうさ、あのなんか漫才師のネタ作りみたいになってるじゃん、もうなんか奇抜なことやったら勝ちみたいなさ、もうあいつらすげえよな、なんかもうそれこそ神々の遊びじゃないけど、神々の戯るみたいなことばっかりやってるじゃん。俺大好きなんだよねあのセレブって生き物が。高級マンションに住んでるっていう治安のために金払ってる、だって六本木の超狭い4畳ぐらいの部屋があんの、天井、部屋の半分が天井こうやって入る家だったの、階段もうすごい部屋の間取りで階段16万円だよ。俺びっくりしたよ、なん秘密基地みたいな男の子の、ほんとこうやって入って玄関開けたらなんか階段こうくぐって、なんかもうほんとにこれくらいの部屋だよね、これくらいの部屋があって、でベッドがあって終わりなの。俺それ見た時に、こやついくらなんですか16万っつってて、え、ドバイの金持ちパンクしたらフェラーリ捨ててた。あ どんだけ金持ってんだよな。え、違うんだよ、そのもうね、多分ねフェラーリを本当に捨てるとかじゃなくて、多分ねフェラーリ捨てたわって言いたいんだよ。それくらい暇なんだよ。俺フェラーリ昨日捨てたわーって言いたいんじゃない、ドバイの人。マジかよ、俺も捨てよー、お前も捨てんのつって、もう楽しそうだなそれ、うん、ドバイの金持ちに出した資本主義の次が分かりそう、自己顕示主義みたいな。いや俺ね、多分ね、俺これマジマジの未来予想していい、マジの未来予想していい、これね石野浩介が何者なのかっていう話に繋がってくるんだよこれ。俺本気で考えてるのは、浅井ゆき子とか石野浩介に何で惹かれるかっていうと、俺ね正直、俺の予想だからね、勝手な予想だから、あのマジレスで突っ込まないでね、超スラム街と超富裕層の2つに分かれるの、全世界が分かれるのね。でグローバルって言われてるけど、全世界がつながって、ただどこに行っても8割の超貧乏人と2割の超金持ちで分かれるんだよ、分かる、分かれるので、こっちは別にいいのよ2割の人たちは。ただこの8割の中で石野は神になる可能性があるんだよ、浅井さんとか。俺はそんな予感がすんの、石野を立てまつるような気がする、先駆者としてリーダー、友達、友達、なんか先駆けてるわけじゃん、
意味がわからないか。君に幸あれ。共産主義にはならないよ。俺ね、マルクスはあの一個だけ見誤ったことがあると思ってんの。完璧な社会っていうか理想系は共産主義が正しいんだよ。だけどね、人間が愚かだっていうのを計算に入ってないの。資本論だよね。マルクスって共産主義の本って資本論で合ってる？あれね、全人類が超いい人の設定な気がするんだよね。で、超効率的に動いたらこうなるでしょって、しかもみんなこれわかるよねっていう前提なの。あれ結構賢くないとわからないし、人間ってもっとバカばっかりだし欲まみれなの。その計算式が全く入ってなくて、人間がみんな超賢くて超いい人で、欲がなくて合理的に動いたらこうなるでしょっていうのをすげえ長く説明してると思うの。で、例えばその共産主義は完璧なんだよ、読んでる限り。だけどそれをそこら辺にいるバカな人に説明して納得させることができるかって話なの。わかる？あの、匿名さんがその共産主義は理解できてるんだよ多分。だけどその辺にいるバカとか、よく要は六本木ヒルズに住んでる人たちを説得することができるかって問題なので、できないでしょ。俺はそこが欠点だと思う。ああそうならないだ。俺ね、共産主義者のダメなところそこだと思ってる。だから孤立していって仲間内でその共産党の中でってなっちゃうと思ってるの、うん。でも資本主義と共産主義が目指してるところって本当は一緒なんだよ。北斗負けた。設定6で負けた俺。2200枚、要は45,000出たのに全部飲まれた。天井まで、しかもありえない天井の生き方。そう、人よりいい思いをしたい人がいるっていうのが計算に入ってない気がする。だから効率の話に聞こえるの、共産主義って。サミーはダメっていうかね、俺がやめ時を間違えたよね。35,000円浮いてるのにまだ出るって思ったからね。つらかったよ。設定6で子役バンバン引くのに全然引かないで、6回スルーの後7回目確定が決まってるのに600ハマりだからね。全部飲まれて追加だったかもね。人間にはどれがベストだと答えるか興味ある。 AI がどう答えるか、AI が政治をやったらってこと？いや、だからAI が、それくらいの AI ができるとしたら共産主義が可能になるんだよ。だからベーシックインカムなんだよ。
だから労働はなくなると思ってんの俺は。寝なくてダメだけど、ちょっと面白い話題だからちょっとやりたい。俺は仕事はなくなると思ってんの。ただその AI を牛耳ってる人たちはとんでもなく儲けて、貧乏なその8割の層っていうのはただ生かされる存在になると思ってる。でその8割の存在って何なのかっていうと、何やったらいいか分かんない人たちでもあるわけよ。その自分が見つからない人たち。だからそのだから宗教が流行りそうな気がするの俺。逆に新興宗教みたいななんかできそうな気はする。新しいって言って全然新しくない俺らは新しいって言いながら全然新しくない新興宗教が出てきそうな気がする。その間中国で開発した AI が中国共産党は無能って回答出して遅いそれは面白いなすごいね AI のその言い切りがかっこいいよね。中国共産党は無能、もうこれ以上でもこれ以下でもないさ、完璧な答えだよね。のんちゃん競争に向いてると思う。のんちゃん競争タイプじゃないね。いや暇だとそう、いやだってブッダって俺暇ない人だと思ってるもん。あのね、ブッダって王様だからああなったんだよ。俺ね、ブッダの好きなところってね、明らかにうつ病なんだよ。王様だったけど、末期のうつ病で、うわ、もう退屈だわーっつって、あ、もうセックスとかいいっす、みたいな。美女いらないっす、みたいな。もう、あ、死にたくねーっつって、病気怖えーっつって、まあ、生きるのだるいわーっつって、もう無理無理っつって。で、結婚とかもするんだけど、俺王様かーみたいな。もう暇だなーっつって。怖いわ怖いわーっつって、もうすごい面白いんだよね。なんかもうとんでもなくうつ病なんだよ、特権階級なのに。そこがねすごい好きなんだよね、ブッダので。最終的にニルバーナって何かと、俺開き直るだと思ってるから。なんかすっげー頭がいい、すっげーうつ病の王様がとんでもなく開き直る行為だと思ってる、うん、ああもう全部苦しみだからっつって、あ、いやもう考えるな考えるなっつって、やめちゃえやめちゃえっつって、まあ、何にも考えなきゃいいんだよっつって、完成してるよね。再教育、あ、洗脳ね。ブッダの悟りってどうでもいいの究極系の理論が完璧バージョンだよね。矛盾、なんつうんだろう。だからもう本当に放り、全部を放り投げた状態だよね。だからね、キリスト教の教義と仏教の教義の究極系の行き着くところって全く逆なんだよ。なんていうのかな、なんつうんだろう、キリスト教ってさ、キリスト教の究極系って死んだら神の国に行って幸せに生きるっていうのが究極系じゃん。で、仏教の教えって死んだら無になれる幸せを目指しましょうじゃん。もう二度と生まれ変わりたくないでしょっていうところじゃん。逆すぎるだろと思う。す
すごくない？死んでも幸せになりたいでしょっていう、その煩悩究極追求系と、そのもう死んでもこの世の全てから、もうこの世に微塵も痕跡を残さない幸せみたいな、なんで逆、真逆なんだろうっていうか、そう、なんかどっち、なんかすごいよなっていう。あのやっぱそのね、あのチベット仏教とかあの読むと面白いよ。あの空飛べる、あのね、仏教の禅の修行とかやると面白いんだけど、俺もできるんだけど、あの現実空間を書き換えることができるの、体感で。マトリックスの世界を脳内で作るの、禅って。だからこの世は幻っていうのを体感させるの。空論とか怪眼とかの考え方だよね。空眼怪眼。そう。だから空を飛ぶっていうのは、空海が完全に空飛んだわっていう臨場感空間を作ることができるけど、それを体感できるのは空海だけなの。だけどなんでそれが説得力を生むかっていうと、空海は完全に飛んだから。だから禅問答みたいになっちゃうんで、言葉で説明すると。だよく言うのが、そのシャブ中の末期の統合失調症の患者状態、安倍さん解散について語って。え、安倍総理解散すんの？選挙やんの？キリスト教の懺悔はどうかな。あのキリスト教のすごいところって、あの引き寄せの法則を発見した、人類最初で発見した宗教なんだよ。あの信じたら救われるっていう言葉に、信じるものは救われるっていうのにさ、全部込められてんだけど、信じたら真実になるっていうことを発見したの。要は神様って存在しないんだけど、神を信じたら神はある。要は神を作ってるんだよ、脳内で。で神が見えるようになるって、これ引き寄せの法則じゃん。それを一番最初に発見した宗教は、要は妄想でも現実化するっていうことね。だから科学が発展したんだと思うよ。突き詰めて考えるっていうか、だからある言うあるかないかのもう状態を極限まで追求していくわけじゃん、彼らは。科学的なアプローチだよね。俺だけど3つも思うけど、ゼロ考えたやつ本当の天才だと思うよ。ゼロ、あさ、ゼロって俺らさ普通に使ってるけどさ、ゼロなものって見たことある？ゼロっていう概念がない状態でゼロっていう概念を生み出すってすごくない？マイナスはあるんだよ、プラスもあるんだよ。何かが減るっていうのはあるじゃん。もともと何もないものをあるものとして記号化するんだよ。すごくない？だからみんなさ、ゼロが当たり前にあるから、タバコゼロになったじゃんとか言うけど、違うんだよ。20本入ってたうち19本減っただけなんだよ。で1本減ったもこれゼロじゃんって言うけど、違うの。もともとあったものが20本減ったって考える方が合理的なんだよ。だからプラスとマイナスは整合性つくんだけど、もともと何もそんだから、ゼロを、そう、ゼロを見つけたのはインドなんだけど、そう、要は、だから、仏教にすごい精通してくるんだけど、ゼロをあるっていう風に考え、だから空論だよね、これ。ニルバーナなんだよ。うん。だから、ゼロっていう概念を知らない幼稚園生とかの子供
数学とか算数とか分かんない状態で、その状態でゼロ発見できる、すごくない？ゼロの発見って。そう、空の考え方を理解してたから多分ゼロっていうものを作れたんだよ。すごいよな。そう、ないことを具現化するっていう、いや半端じゃないよね。だからあの小室直樹先生が指摘してるんだけど、数学上の点と点を結ぶと線なのね。数学ってさ、点と点があるじゃん。点と点を結んだところを線ですよってわかるじゃん。俺らは絵で浮かぶじゃん。わかる？点と点を結んだところ、直線上で結んだところが線って言われるの。でもね、これおかしいんだよ。点の定義を言うと、今度点の定義っていうのは面積も体積もないものなの。だから俺らは線って言うと鉛筆でちょんちょんって書いて、ここに線をビーって引くじゃん。だけどこの黒いものが見えてるっていうことは、俺らの頭で見てるこの線っていうのは面積も体積もあるんだよ。わかる？だから存在しないものなんだよ、線と点って。面とか、まあ面はあるか、その枠の部分、線の部分。だからこれ数学的実在じゃん。現実にはないもの。その思考からアインシュタインの相対性理論につながった。あ、俺だからね、時間についてね、時間は運動だっていつも言ってんだけど、時間はないんだけどな。ブッダにゼロについて問うたら、そんな細けいこと気にすんなって。いや、ブッダめちゃめちゃ頭いいよ。あのね、ブッダってあのなんつうの、開き直りだけじゃなくて超論理的で超頭良かったんだよ。すげえ論法を使ってるし、バイリンガルだし、多分ね、あの徹底的に問いただす、あの徹底的に言ったと思うよ。理解できるやつが少なかったんだと思う。で、バカに対してはそんな細けいこと気にすんなって言ったと思う。待機説法っていうのを使ってたから、理解できない人には理解させない、体感させる、ブッダって。修行したらわかるよって言ったと思うよ。待機説法もすごいよね。その人が分かる言語、思考力を元にそのレベルで話すっていう。だから方便が生まれちゃう。矛盾って言うんだけど、西洋哲学では。なぜ矛盾が生じるかっていうと、その人が見てる世界観に沿って話すから。嘘も方便の方便は、あのね、なんかね、仏教を結構誤解してる人がいっぱいいるんだけど、例えば仏教のあの、ま、大前提の、もう前提中の前提に教わることってあるの。もう初歩の初歩みたいな。で、あり奥義みたいなことがあるんだけど、心の外にあるものは全て仮のものっていう風に考えてるの。心から外のもの、肉体から外とか、もう外界は全て仮のものっていう前提で作ってるの、仏教理論って。だから、え、方便はあの下の方の方便、最初の方の方便になってる。あので、だからあのまずその全ては幻ってだっていう前提条件がある、この世界すらもっていう。まあ、そっから入りづらいでしょ。
何言ってんだこいつって感じでしょ。だからその全部が例え話なの。もうその言葉ですらもう全てが例え話なの。だから矛盾がどんどん出てくるんだけど、そのさっき例えば、なんでさっき線と点の話をしたかっていうと、ここには線が引かれてるように見えるじゃん。ここに線が引かれてるように見えるけど、これ線じゃなくて面積も体積もあるんだよ。実あ、面積も体積もないわけじゃん。その俺らが視覚的にここに境界線を作ってるだけなんだよ。だけど頭の中でそれを作ってるだけであって、実際はそうではないわけじゃん。この例えばこのポールの部分、ここ線に見えるけど、こうやって近くに見ると丸い棒なの。だから線じゃなくて曲面なわけだ。だから線と点ってないの。だけど頭の中でも概念として線と点はあるでしょ。だからそのあるものとないものっていうのを同時の上位概念、有限と無限、いや、あるとないを含んで空なのね。その包括してる状態。でもキリスト教ってあるかないかだけを徹底的に考えていったの。あるない、ある、要は0と1。0と1。あるかないかだけで論理を構築していったの。だけど、ある状態とない状態を包括してる状態も含んでるの。だから矛盾が発生するの。だから有なの、無なのとか、1なの、0なのって言われた時にどっちでもある。例えば、わかりやすい話をすると、キリスト教のクリスチャンに神様いないって言うと怒られる。なんでかっていうと、神様いるっていうことが前提の宗教だから。わかる？だから、どんなクリスチャンでも、どんな、牧師さんでも、ローマ法王でも、キリスト教の人に神様なんていないよって言ったら怒られるの。なんでかっていうと、存在意義が全部ぶっ壊れちゃうから。だけど、お坊さんにブッダなんていないよって言っても、ちゃんと分かってるお坊さんはいませんよっていうの。で、逆に仏さんはいるよってお坊さんに言っても、そうです、仏さんはいますよっていうの。普通の人が聞いたら、え、いるの？いないの？って。でもお坊さんはいるとも言えるし、いないとも言えるって両方とも答えるの。わかる？そうそう、量子力学が、だから西洋哲学が最近追いついたの。その仏教が言ってたのって量子力学とかそのにすごい近いって言い始めて、だからそのあれじゃん、量子コンピューターがまさにそうじゃん。0と1だけで計算式をやってたのが、量子コンピューターって何かっていうと、0と10と1プラス0と1を内包してる状態の3つになったの。だから計算量が膨大に爆発的に増えるっていう話なんだよ。うん、進化論も通じないようなキリスト教。俺らもね、進化論実は間違って教わってんだよ。進化論で猿から人間になりましたって勝手に思い込んでるでしょ。違うの。ダーウィンは明確に言ってんの。ただ人間だけはよくわからないって。おそらく猿から進化したであろうけども、明らかに、その、なんか緩いカーブを描いていくのよ。進化って。その世代数でこれくらいのゆっくりゆっくり変わっていくもんだって。ただ人間に関しては猿から人間になるときにななんとかポイントって言うんだけど、明らかに変なレバレッジ、テコの原理急に跳ね上がる。だからここの部分を解明する限り人間には当てはまらないってダーウィンは言ってるんだよ。だからこれが宇宙人なんじゃないかって話になったりとか、その突然変異なんじゃないかとか、これは何なのかまだ分かってないの。ミッシングリンクか。そう、猿と宇宙人のハイブリッドだろうな。宇宙人だかなんだか分かんないけど、多分ウイルス的な何かをばらまいたんじゃないの。それがたまたま猿に適合しただけなんじゃないかなっていうのが俺の予想。宇宙人が猿とエッチはしないよ。うん、多分ウイルス的な DNA の介入か何かをするんじゃないかな。うん、神の気まぐれ。だからそのよく誤解されてるのが、
昆虫とかが擬態を使うでしょ。あの葉っぱそっくりのカマキリとかチョウチョとかいっぱいいるじゃん。あれってなんであれが起こるのかっていうと、虫の寿命のサイクルってとんでもなく早いのわかる。俺らは勝手にさ、人間の一生は80年とか60年とか勝手に思い込んでるじゃん、50年とか。だから世代交代が人間の基準で考えちゃう。だけど虫って寿命のサイクルめちゃめちゃ早いじゃん。だから最初はただ葉っぱっぽい色のカマキリがたまたま食われなかっただけ。だけど人間の1年間と虫の1年間は違うわけ。1年間ってその世代交代のサイクルが違うじゃん。バン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 世代交代するから、どん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 葉っぱっぽいやつが生き残っちゃったやつがどん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  DNA を介入して、最終的には超葉っぱっぽいやつが生き残ったよっていう理論らしいよ。葉っぱに似せていった思考があったって考えるんじゃなくて、たまたま確率論的にそういう DNA が生き残っちゃうっていう、だから考えてるわけじゃなくて、その自然の中で勝手に淘汰されてる。まあそれも説だけどね。たまに馬とやる人間とか、だからビンラディンがヤギとやってたらしいよね。ビンラディンはヤギ好きだったらしいよね。そのなんかコンピューターパソコンのその中身がそのヤギとのエッジだらけだったみたいな。こいつヤギ好きなのかってでもまあそれも説だし、俺いつも思うんだけど、その何が正しいとかどうでもいいのよ。なんでかっていうと、俺の頭でどうせ理解できないから。そうじゃなくて、こういう説がある、こういう説があるっていうのは面白いじゃん、単純に。で、こういう説がある、こういう説がある、こういう説があるっていう面白いものをどんどん吸収していくと、物差しがでかくなるっていう、いつもの理論になるのよ。で、どれが正しいですよって実は言ってないの、俺。こういう説がありますよっていう話を持っとくと、あ、そういう考え方もあるんだっていう楽しみ方ができるよねっていう話をしてるだけ。安岡力也もよくヤギとやってたとか言って、立たないよね。あ、でも立つか。でもね、でも俺の知り合いで、あのちょっとあのプライベートなことだから名前は伏せさせていただくんだけど、今54歳で格闘技やってる人がいるんだよ。で、あのなんか結構稼いでる人なんだけど最近。で、そこそこ人気があって有名な人なのね。で、まあ男の人なんだけど、なんかね、筒状のプニプニした物体の、なんかこういう、これくらいの大きさで、なんかすごいゼラチン質みたいな物体に、なんかヌルヌルした液体をいっぱい入れて、それでセックスするっていう、それがすごい気持ちいいっていう、なんか変な変わった人がいるよ。なんかそういうのいっぱい集めてんだって。ゼラチン質のなんか棒で穴が開いてて、で穴がなんかザラザラしてるんだって。でそれがすごいいいって言って、それをコレクションしてるって言って、変わった人だなと思って、なんかすっごい熱く語るんだよね。誰ねえだからね、ヤギよりもなんか変な話だよね。学説は常に覆える。ああ梅毒ね。結構あの肌が褐色の肌の人なんだね。
なんかあの話は面白かったな。あの表面上で見てると平面に見えるんだけど、例えば草原をさ歩いてるとさ、地平線まで草原だとしたらさ、ブワーってこう地平線が平らに見えるわけだ、見ると。だけど虫眼鏡とか持ったりもうこの距離でさ、これくらいの距離で芝生を見たらもう立体じゃん、めちゃめちゃ。でアリンコの世界はどういう風に感じるのかっていう、だからもう突き詰めてこう、だからなんつうんだろう、例えば俯瞰してバーって遠くから宇宙から地球を見たら丸に見えるわけじゃん、もしくは点に見えるわけじゃん。だけどバーって近づいていくと何、平面に見えるぐらい広大なわけじゃん。でも俺らが小さいからそうなわけじゃん。だからなんつうの、その俺らが認識できてるものって何なんだっていうか、その、 その見る場所によって状態が全く変わるじゃん。そういうのって面白いよね。だから多分配信で見てたら俺腕の毛の濃さってわからないはずなの。でも俺めちゃめちゃ腕毛濃いのよ、剛毛なの、両津勘吉みたいなの、こう 毛がこうなってると。これをバーってカメラ寄せた瞬間キモっていうぐらいなの。あ、なんかそういう面白さってあるよね。太古からたくさんの生物が絶滅しているけど、例えば200万年前と現在で地球上の生物の相対数は減少しているのか増えているのか、はたまた小林なんか不思議な、あ、それね、俺ね、隠密さんね、あの魂の話でそれが興味あるの。前世があるのかないのかっつったらさ俺ね、仏教でもう明らかに嘘だ、よく地獄とか天国って嘘、極楽浄土とか六道輪廻とか嘘だよってリスナーさんに何回も説明するけど、もう大乗仏教を信じてたりとかする人って伝わらないのよ。でこれ何回も言うんだけど、六道輪廻って明らかな矛盾があって、要は六道の輪廻するじゃん、ずっと全部回るの。だけど一番最後地獄に落ちるわけじゃん、簡単に。で畜生界に落ちたりとかするんだけど、そいつが最後どうなるかは仏教を言ってないのよ。わかる？だからもうこれただの例えなんだよ。人間からいいことをしたら神様とか天界とかに行ったり極楽浄土に行ったり、悪いことしたら地獄に落ちますよっていう説明はするんだけど、で神様はね、神様は悪いことしたら人間に落ちることもあるし、人間から悪いことしたら地獄に落ちるよって説明してるんだけど、地獄からどう這い上がるかとか、地獄からさらに悪いことするとどうなるかを言ってないのよ。わかる？そういえば聞いたことないわって感じでしょ。要はあくまでその人間目線で脅しにしか過ぎないの。だから一個の比喩なんだよ、やっぱり。その悪いことしたら悪い世界に行くよっていう脅し文句なんだよね。まあ、まさに方便だけど。じゃあね、鬼とかさ、ガキとかさ、畜生界の畜生とかさ、魑魅魍魎とかが悪いことって何ってなるじゃん。彼らにとっての悪いことって何なのっつったら説明できないんだよ。でしょ。だからそれが仏教の面白いところだよね。平気で嘘をつく。56億年後に弥勒菩薩が生きて、だから末法思想だからね。でそのなんでその生まれ変わりの論理にって俺いつも思ってたのが、もし地球上の中でしか生まれ変わらないと仮に仮定をしよう、そうすると魂の個体数は変わらないはずなの。だから人間でもバカなやつ、あ、前世犬だったって言われたら俺納得できるのよあ、お前人間1回目なんだって、それはバカだよねって、俺人間4回目だわ、お前より賢いわとかだったら納得できるのよ。 DNA の優劣なんか何なのか分かんないけど、だけど確か江戸時代の、人口ってどれくらいだったっけな、2000万人か3000万人なんだよ、江戸時代で。だから
そう、江戸時代から考えるともう人口爆発してるのね。で、もっともっと少ないわけよ、過去に遡っていくと。だそう考えると、まず人間まあ江戸時代で考えると4倍人が増えてるわけよ。だこの魂どっから来たんだって。だってさ、俺がさ小学校の頃って人類42億人とか言ってたんだよ。世界人口40億人とか言ってたのに、今70億人って教えてるでしょ俺たった10年間ぐらいで30億人ぐらい人が増えちゃったの。で、魂があるとしたらこの30億人犬とか猫とかカマキリとかだったのかなみたいな。でよく俺ね、ワードさん自分の前世何ですかって言われた時に、俺の前世消しゴムだよって答えてるの。だって魂の数足りないんだもん。犬とか猫とかさ、ねえ、絶滅した分が人間になってるならわかるけど、あ、だから犬とか猫みたいな、なんか人間が多いんだとかね。だから、ねえ、いろいろあるんだなとか。だから人間がね、どんどん愚かになって虫が増えましたとかだったらさ、あ、なるほどってなる。なんかそれっぽいよねって。そう。だから、その生物の絶対数のバランスとかは、俺も興味ある、オンミさん。要は魂が存在するのかっていう議論ができるから。なんかね、そのスピリチュアリストってその魂は全員にあってあるんだけど、その絶対神様みたいなのがいて、そこに魂が吸収されて融合されて一滴落ちるっていう説明をするのよ。え、それってことは悪人も善人も全員そこに行くんですかって。はい、そうですって。雫が一滴落ちてる、それって自分なんですかって言ったら、全体ですっていう。それってただの食物連鎖ですよね。あ、どうも、幸あれ。全人類に幸あれ。生けとし生けるものに全てに幸あれ。ありがとう。うん。芦田師匠は人間10回目。あ、俺、芦田愛菜ちゃんは、天界から来たか、人間10回はやってるだろうね。あの子の笑顔怖いもん。あの子の笑顔怖い。そう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 、善と悪って何なのかっていう。面白いよね、こういう話。こういう話だけずっとやっててやっていけたら面白いんだけどな。いや、この話を140人が見てるっていうのは結構いいことだと思うよ、俺は。だってこんなニーズがあることじゃん。140人この話を面白いと思ってるから聞いてるくれてると思ってるので、荒れないわけですよ。ってことは、こういうような話を今まで誰かしてなかったんだっていうのが俺は疑問がある。その警察沙汰になるのが面白いってな思わないんだよ、俺は正直。誰かと誰かがパコったとかどうでもいいんだよね。うん、子供じゃねえんだからっていう。中学生みたいなさ。だからその配信会のその中学生的なノリ、誰々が可愛いとか誰々が浮気したとかなんか中学生なんだよ基本的に配信会って。なんでこうアダルトの人が出てこなかったのかっていう疑問があるんだよ。芦田愛菜はね、可愛いっていう感じはしないんだよね俺。明らかに俺よりも上等な生物に見える。人間な、同じ人間なんだけど、明らかにこいつ賢いぞっていう、その頭の良さっていうよりもなんか感性っていうかさ、そのこうしたら人間って喜ぶんでしょみたいな行動をするんだよ、芦田愛菜って。私がこういう笑い方をしたら大人たちとか人類は喜びますよねみたいな笑顔をする。そのこういう喋り方でしょっていう、あれが怖いんだよね、すごく。そのあの年齢であれができてるっていうか、いや、生物っていうのかな、なんていうか、その上等生物っていうか、
その上位概念、人間の上位概念っぽいんだよ、なんかすごくなんかその人間を俯瞰してるような、なんか作ってくるっていうか、なんかロボットなんじゃねえかなみたいな、うん、俺芦田愛菜は実はあの20年前に開発された AI ですって言われてもなんか納得できるもん、うん、人間が可愛いと思ったりとか喜ぶなんかいやだから人間10回目なんでしょ、うん、お前より過当な生物はいない、どうかあなたの人生が幸せになりますように、さよならこれいいな、さよなら、サチこの言い方いいね、ブロック入れるときなんか敵意を込めたらダメだね、やっぱ愛を込めて愛を込めて葬り去るっていうのいいね、光になれっていうの、ホラフキンさんかっこいいな、光になれすげえな、いや俺は今そのこの言い方がハマってるから、すごいマイブームだよ、ね、いやタイトルとかないけど、いつも言ってんだけど、そのなんだろう、うん、生放送の面白いところって実はみんな俺が喋ってるだけだと思ってるの、俺の話を聞きに来てると思ってるんだけど、それは少し違くて、みんなと作ってる部分ってあるんだよ、掛け合いっていうか対話なのね、全体との、で全体の対話であるんだけれども、あなたは俺和道はどう考えるのかっていうのを楽しむのが放送だと思ってるし、放送主の役割だと思ってるの。だからその要は俺の面白さを引き出すのはリスナーさんだし、俺をつまらなくするのも、俺のことを面白くするのもリスナーさんだと思ってて、で俺ができるのはどの層だけを取り込んでいくかだけなんだよ、来る人は選べないから、ただ弾くことはできるのでしょだからそのタイトルはない、みんながその俺にタイトルをぶつけてくるのが正解だよね、今日は和道にこの話をさせてみようっていうのが正しい放送のあり方だと思う、聞くだけじゃなくて、その140人いるんだったら140人が1人ずつ役割分担で、今日この話をこいつにさせてみよう、で5分経って話が終わったら、あじゃあ私の番かと、和道あのちょっと夕飯作ってて思ったことがあるんだけど、目玉焼きにはソースと醤油を和道っぽく語ってとそこが味噌だよね、だからここで間違えちゃいけないのは、和道質問が下手な人っていうのは、和道は醤油が好き？ソースが好き？って聞いちゃうの、わかる？こうすると俺は醤油が好きで終わっちゃうの、これ質問下手なの、そうじゃなくて、和道目玉焼きにソースをかけるのと醤油をかけるのは正解はどっち？って俺に聞かないといけないのこれが俺の放送の正しい質問の仕方なの、みんな俺に対して俺はどう思うかなんてどうでもいいのよ、そうじゃなくて答えの出ないものを俺にぶつけた方が面白いよそう、答えのないものを語らせた方がその人の本質が出るから、うん、ブロックされた魂はだからあれでしょ、どっかにさまようんでしょ、シャックリとクサミを同時にしちゃうとタイムスリップするって本当、
あ、息を吸うのと息を吐くのを同時にできないっていう、まあそのだからあれだよね、そのバタートーストと猫の話だよね。猫って上から落とすとちゃんと着地するでしょ。でバタートースト、バターを片方に塗ったトーストを落とすとバターの方が確実に下に面に落ちるんですよ。でじゃあ猫の背中にバタートーストを乗っけて落としたらどうなるのっていう、その言葉遊びにすごい近いと思うよ。しゃっくりとくしゃみを同時にしちゃうタイムスリップするっていうのは、そのしゃっくりとくしゃみは同時にできないっていうことを遊んでるんだよね、っていうのと、そのタイムスリップっていうのがそういう存在であるっていうことの、まあなんだろう、頭のいいやつのジョークだよな。あ、別赤に輪廻転生するのかな。俺だからタイムスリップって何なのかって、そのタイムを誤解してるから、そのタイムスリップとかわけのわかんないこと、文系の人間が考えたんだと思うんだよ。タイムスリップって時間は運動そのものだと思ったらさ、そのボールを投げるじゃん、向こうにバンって壁に当たってすんじゃん、で壁からボールが戻ってくるかっていう話に聞こえるんだよ。それをマシンでやる方法は一つだけあるんだけど、みんなが思ってるようなタイムマシンではないの。俺過去に行く方法はもうとっくに解明してるの。いや YouTube なのね。 YouTube ってタイムマシンなんだよ。これがねうまくね理解されないんだよね。昔から人類はずっと前から過去に行くタイムマシンはずっと作ってきたんだよ。精度も上がってきてる。本であり漫画であってもそうだしさ、壁画もそうでしょ。あれ過去の痕跡でしょ。で簡単な話、まあ、地球だけでもいいけど、地球を360度もう衛星カメラかなんかもうどっからでも全部の記録媒体を完璧にレコーディングできるようなハードを作ったとしよう。そしたら過去を再生することはできるよね。だけどタイムマシンの定義とちょっと違うっていうのは、自分がそこに介入できないのよ。わかる。だからレコーダーでしかないのね。でもその過去に行くことはできる、体験することはできるんだよ。で未来に行くっていうのも簡単なの。それはあの人間が本来生物として持った速度ってあるでしょ。まあ 100m 10秒ぐらいかマックス、それを超える乗り物とか全部タイムマシンなんだよ。本来馬とかでもそうだし、飛行機とかもそうだし、自転車ですらもそうだよね。タイムマシンなんだよ。だけどそこの未来の自分っていうか、まあないんだよね。そんなもん運動だと思ったら、だから脳が作り出した錯覚なんだっていう。
うん、例えばこの俺ね今ね今っていうか昔から企画でずっと考えてるのが俺が雑談をやるんだよ。ずっと和骨っつっていや今日こんなことがあってこうで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 ってやるじゃん。このコメント欄を消してたよここの画面の。で、ね、そうなんだあだこうだって言って10分ぐらい釣ってそこでバーンって頭弾ける動画を作りたいの。もしくは内臓デロデロデロとか、それかもうポクって死んでなんか青ざめていくとか、それを生放送でやりたい。まあ、死ななくてもいいんだけど、極端な話お化け映ったとしてもいいじゃん。でいやこれ動画だよってこれで初めてわかるんだよ。そのリアルに俺らが今受け取ってる情報が本当にリアルなのかっていうものなんだよ。うん、リアルだと思い込んでるだけでしょ。ええ、これ面白いんだけど、人間の脳って、それ面白いでしょ。でも、それ生放送でしかできない遊びなの。要は、事前に俺がここに座って、だってさ、例えばさ、この状態でさ、お、行くよ。はい、今日はですね、2017年の9月の26日、2時28分です。これをさ、はい、こんにちは。今日は2017年の9月27日28分ですって録画したら騙されるぜ。俺だってそんなこと簡単にできるんだよ。でしょ？で、クロマキー合成で、ここに座ってて、俺が歩いてきてここにもう一人座らせるとかできるよ。クロマキー合成。ちゃんとセットがあれば。技術的にできるのよ。でもそれって面白くない？そのずっと釣ることはできるんだよ。だけど、それはリアルタイムじゃないと意味がないよね。面白くないよね。騙されないっていうか。だからその生放送でできる遊びだとは思ってるんだけど。あと、面白いなって思うのは、これ分かる人に分かるけど、ここでどう、例えば俺が誰かとコラボをしますっていうもう事前録画みたいな、例えば俺と浅井さんが喋ってるのを浅井さんの放送で流すの。でも実はそれは録画なのよ。で浅井さんコメント読まないタイプだから俺と喋ってる時は大丈夫な成立するんじゃん。で俺がここで雑談するってなったらあれってなるじゃんっていうのをいろんな人でやるとか、なんかえ和道今 5人ぐらいとコラボしてるけど何これみたいなドッキリをしたいっていうどこの枠にも和道いるぞ、どれが本物みたいな。で、蓋を開けたら全部バツって動画が同時に終わって、誰も、実はどこも和道はいないっていう。それ面白くない？あ、全部動画っつって。っていうような、その、仕掛けとかも面白いなとか思う。どれもリアルタイムじゃないよっていう。だから、その、今が、その、本当に俺と喋ってるのかっていうのはさ、その、意外と騙されたりするんだよね。そのコメントがあのよくあるの、これ録画ですかっていう時あるじゃん、コメント読まないと、そういうなんか面白い仕掛けとかもやりたいなとかも思ったりもしたりとか、こんなに時間喋ってんの俺アホだな、タバコ一本吸ったら寝るわ、アホだな。今何時だよ、2時半か。だからその 今だと思うことって不可能なの知ってる？今の今を体感することって絶対できないんだよ人間って。そもそもこれがもう時間的に
あの面白い話で、だ今俺がこれ持ってるのは何ですかって言った時、タバコって言うじゃん。だけど視覚や光のスピード、高速だよね、最速のスピード、光が入る、網膜に移る、網膜に移った電気信号に変換されるわけじゃん、シナプスとか、そういうこと、神経伝達速度があるから。で、脳がこの映像を知覚するのにタイムラグが絶対あるの。だから今の今は実は俺らは過去の情報なの。な、すっごいリアル、なんつうんだろう、すっごい切な瞬っていうか、そう、短い時間なんだけど、実は俺らは過去の情報で生きてるのね、今ですら。だからスポーツ選手とかよく言うじゃん、その思考を超えて体が動くみたいなこと、なんか考えないで体が先なんか勝手に動くとかよく言うじゃん、は体が反応したとか、あれは訓練をしてるからそういうことができるんでしょ、多分考えるっていうか脳を動かす前に体を先に動かすような、だからその脳の感覚とズレができるんだと思う、そう、もう本当のプロのアスリートは、うん、エンディングは即興ソングお願いできますか。はい、エンディングしましょうか。ちょっとあの夜中なんで小声で歌います。
ただ笑いたい。頭ぼーっとするんだけど、眠い。ちょっと待ってね。今度にするわ。頭回んない。あのね、喋ることはいくらでもできるんだよ。今何時間ぐらい起きてんだろう。あの無理無理無理。あのずっと起きてパチンコやって何やった今日。俺多分何時から起きてんだろう。多分ね、今ね、30時間ぐらい起きてんの。で、喋るのはいくらでもできるんだけど、無理。悪い、無理。今何時 ?23、今日何日 ?26、25だから、24。24。多分、俺ずっと起きてるわ。ごめん、無理。寝ます。
おやすみなさい。次回歌います。お疲れ様でした。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよ。